緊急企画大御座 BSTV 正しいのは俺だ、オゴー VS 倉橋 VS 上原地獄の十先格付けマッチ。はい、ということでですね、本日 BSTV はですね、緊急特別企画といたしまして、先日7月の5日頃になりますかね、梅原さんご考案の大郷さん、そして倉橋さんの2人の、まあ、新年のぶつかり合いを、はい、まあ、配信上でトークとして行った、はい、そこから生まれた企画、はい、そこに梅原さん自身も飛び入りで参加して、そうですね、ついにこの日が来てしまったと、はい、いうところで、この企画って、はい、9月7日にやるってちょっと前に決まったじゃないですか、はい、でもその時点で、僕カプコンカップまだ出場決定してなかったんですけど確かに鬼の責任感でプレミア取りましてむしろそこからはもうこのためにスト2に専念しましたなるほど、結果、はい、かなり戻ってます。おっ、いきなりそのコメントいただけるとビキビキですもん。さあ、ということでですね、梅原さん、たけりにたけってますが、ご紹介遅れました。私、本日進行と実況を務めさせていただきます R と申します。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、本日はこちら、板橋区の大山ニュートンさんよりですね、会場をお借りしての配信となっております。そしてホストは、まあ、梅原さん、まあ、ご紹介のね、はい、あれも必要もないかと思いますが、はい、まあ、我々の横に並んでらっしゃる方もご紹介させていただきます、はい、ではまず私の右手側、こちら倉橋さんでございますね。よろしくお願いします。そして、梅原さんの左手側、小郷さんになります。よろしくお願いします。お願いします。まあ本日は三つどもえでの、対決というところなんですが、まあ、いきなりね、今日何かやるらしいということで見てる方もいらっしゃると思うので、そんな方々のためにですね、動画を見ていただいた方が早いということで、こちらの方をご用意させていただきましたので、こちらをご覧ください。はい、人面ランキング多分トップ3に入る久しぶりだなお前。久しぶりってか、まあね、会ってはいるよね。いや、会ってねえだろ。大会大会え大会大会大会ってお前いつだよ最後。今の写真なんて5-5だ。会ったりしたら2回目だもうすぐまあ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 、うまい人ってそういういたいないだろ。外部でやる価値がないと判断してバイソンを使ってた。まあ、保険書きすぎだし、まあ、かゆいよね。口でいちいちその言うのは、うん、まあ、俺の性格上許せないと、はい、うん、結果を示せと、対戦ってのはそういうもんだ。俺それやってるつもりだけど、ね、まあ美学が邪魔してできないんじゃ、まあ二流かなと。いや、俺は勝つために何でもやるよ。俺は勝つためにあのプレースタイルだよ。共通してるのは勝つためだよ。やっぱり俺たちプレイヤーなんで戦って決着つけませんか。クラシー、なんかさ、安全ポジションでイラつかね。昔からね、安全ポジションでね、やるのはね、得意なの。いや、当然お前もやる。いや、だから、うん、いいっすか、じゃあ。いや、俺、負けないっすよ、絶対。おっおー弱え奴らがなんかさ、ずっと揉めてんなと思ってたんだ俺。よし、よかった、じゃあやろう。3人でやろう、久しぶりに。よし、決まった、決まった。いやー、楽しいね。はい、ということでですね、見ていただきました動画の通り、まあ、今のね、やり取りが7月の5日に行われたと、はい、結構前、そんなもん経つんですね。そうですね、エボリューションの前だったんですね。あ、まあ、いろんな業界が震撼したと。まあ、ガチ君のお父さん見たらしいですけど、まあ、ガチ君のお父さんまで、広島のお父さんまで震撼する。ガチ君のお父さんが見て、はい、おもろいなっつってあ、思ったらしいですか、まあ、ゲームの芸能人も知らないお父さんが、うん、その伝わるほとばしるオーラみたいなのがね、まあ、そうです、なんか変なのが二人揉めてるっていうのだけは分かったみたいでまあ今の動画にもあった通り、はい、
まあ、お二方が今あれですよね、連載しているこの漫画梅原の中でちょうどクローズアップされてフォーカスされている最中なんですよね。そうです。その中でやはりあの漫画の中で語られる対戦感であったりとか、まあ、当時の様子であったりとか、お、後ろにスタッフさんが今ポスター貼りに来てくださってますけど、はい、やべ、本当にスタッフさんっぽい。もうちょっと下でお願いしまーす。まあそうですね、うん、こちら、が7巻になりますか。はい、こちら新刊ということで。新刊ですね、はい、はい、まあOK です。この配信を見てね、あ、もっとね、こっちが小郷さん側の方がいいかもしれない。俺と被ってる。だ、段取り仕事ができないんです、すいません。いやいや、大丈夫ですよ。まあ、ちょっと僕つなぎますよ、はい、まあこの企画をね、今日見てなんでこんなにガチで大人が対戦してんだって興味がある方もね、はい、この辺り読んでいただくと、このお二方の若き日の、まあ、まさにね、虎とヒットマンみたいな、はい、その時代が描かれているというところでございますよね。さあということで、まあ、本日はですね、こちら大山ニュートンさんから公開放送みたいな形でやらせていただいている関係 で、ね、めちゃくちゃ人いますね。めちゃくちゃ人がいるし、うん、もう十何年ぶりの人が結構多いですよね。確かに僕もなんかやっぱすごい空間になっているなとね。いやでもなんか、はい、久々にやっぱこのゲーセンのイベントって久々なんですけど、はい、やっぱいいですね。まあこれゲーセンですよね、うん、本当にやっぱりゲーセン育ちとしては落ち着く。さあ、そして気になる本日のルールなんですが、はいはい、僕も今日ここに来るまで知らされておりませんで、はい、先ほど聞いたときにちょっとタイトルの方には含ませていただいたんですが、梅原さんの方からルール説明をお願いして、はいはい、できますでしょうか、ね、はいはい、はい、ですね、まあ三つどもえなんですよ、はい、で、王さんのメインキャラというか今回使うキャラはガイル、はい、倉橋さんの使うキャラはリュウです。リュウ、はい、リュウガイル、自分は一応両方使えるので、はい、まあ、せっかくだし、じゃあもうリュウガイルで統一しようということで、小郷さんに対してはリュウを使って、ほう、俺がね、はい、クラスさんに対してはガイルを使います。じゃあ梅原さんだけ2キャラ仕上げてきたと。まあ仕上がってるかどうか、まあまあそうですね、仕上げてきました。仕上げてきたと。仕上げてきました。ほうほうほう。そして気になるのは、はい、10試合選手の試合というところで、はい、これはまあ格ゲーね、このスパッツX 以外の格ゲー見てる人でも、うんうん、まあ、割とガチで格付けの時に使われる数だと思うんですが、まあ、そうそのあたりは ただ、スト2、はい、まあ、確かに10先って結構な数なんですけど、はい、スト2の10先は結構早いです。早、はい、はい、なるほど。めちゃくちゃテンポがいいゲームだから、はい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 。じゃあ今回、10先が3組合わせ行われる予定になってますが、はい、まあ、そこまで時間はじゃあ皆さんが想像しているよりはかからないと思っていただいた方がいいと、まあ、でそこで組み合わせの順番なんですけど、はい、最初、まあ、俺と誰か、俺とっていうか、まあ、誰か2人がや、まあ、俺と、まあ、じゃあ小郷さんとか俺と、倉橋さんやった後に、はい、負けた方が残りの人とやろうかなって最初思ったんですよ。はいはいはい。そうすれば一応、まあ、消化試合っぽくなんなくなるから、まあ、それはなくなりますよね、と思ったんですけど、はい、まあ結構周りにも言われたし、本人たちの意思としても、はい、うん、結局ここだと。結局ね、まあ、私参戦しましたけど、はい、やっぱ若干やっぱこの件に関してはおまけなんで。じゃあまさかこのイベントは梅原さん前座みたいなところが若干そうなんであると、ええ、なんで、はい、私先に2回やります。2連戦します。メインイベントは、はい、で最後のメインイベントは15分ぐらいちょっと休憩を挟んで、はい、ちゃんとやるんで。なるほど。じゃあ見てくださってる皆さんもその間にリュウガエルの組み合わせをちゃんと学んでくださいというところもありますよね、はい、いやー恐ろしいルールとなってますが、まあじゃあもうこのルールにおいてはもう三つどもえみたいなのとかはもう関係ないですよね。一生いっぱいで並んだからどうだとかそういうんじゃないんですよ ね、 そうですね、趣旨が ルール説明の係みたいな感じです。対戦してこういう組み合わせですよみたいな。チュートリアルっすか。そう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 。ただの割には強いっす。そこはお気をつけください。ああ、なるほど、はい、さあ、ではですね、早速試合の方に行きたいところなんですが、はい、なんとですね、ええ、今回この、まあ、梅原さん含める、はい、プレイしていただくお三方に、はい、馴染み深い方々から、はい、当時のお話や勝敗予想などインタビュー
いただいているみたいですよ。ほう、そちらをですね、まずは見てくださいと書いてありますので、はい、いきますでしょうか。どうぞお願いします。アニケンと申します。はい、青田純です。はい、よろしくお願いします。高橋翔でお願いします。お願いします。サシシと申します。リスカイです。昔からの人やったシューティングディーとかね、そういうクスモンとかそういう人たちはもともと知ってたんで、なんか強い竜がいるみたいな感じで、当時高校生かなんかだと思うんですけど、高校生の楽器やるとめちゃくちゃ強いみたいなこと言われてて、すごい興味あったんですけど、まあ、それで会った時はなんかこう、まあ、衝撃の竜でしたね。なんか、はい、もうこうなんていうの、攻略とかいろいろ積み重なって、昔より今のが間違いなくみんな強くなってるんですけど、知識とかそういうの攻略は。でもそういうのをこう超越した、なんかなんていうんですかね、もう普遍のものを感じましたね、梅原の強さ的には、はい、いや僕全く全然認識ないんですけど、03あれリアルタイムで見せて、テレ東ので、あれ自分何歳ぐらいかな、ほんと物心つくぐらいの年で、その頃夜やってたんですよ、深夜に。で見せて、でそっからもうなんか釘付けですね。まあ自分例えると、まあ、スポーツブランドいろいろあるんですけど、あれ、まあ、皆さんナイキなんですよね、自分の中で。まあ X のやってる時もたまに見てたんですけど、まあ自分やってなかったんですけど、まあ動画とかで、まあなんかその人だけ具が出るんですよね、見ると。印象はやっぱ、まあ、具が出るかなってなるんですよ。動画に見てると自分が出てくるんですよね、こう。まあ引きつけるものがやっぱ違うかなっていうのはあります。龍拳戦っていうものをその大阪ですごくやってて、本当に世界で自分より強い人間はいないんじゃないかっていう、鼻がポッキリ伸びてた状態で東京に行って、最初だけ勝てたんですけど、すぐに対応されて、いや彼の竜はすごかったですね。やっぱり未だに彼がいなかったら剣っていうキャラが竜に対して絶対有利なんやって思ってたぐらい、彼の竜には衝撃を受けました。まあ未だかつて彼以上の竜は僕は見たことないですね。まあ、うん、本当にすごかったですね。これがスト2っていうか対戦なんだっていうのが分かった時ですね。はい、ということでこちら戻ってまいりましたが、はい、梅原さん、まあ、かなり特別な動画を作っていただいたようで、はあ、あれてか俺だけなんですか。はい、どうなんでしょう今。あ、あるある、ああ、あ、全員あると。まあとりあえずじゃあ梅原さんの分だけというところで。なるほど、はあはあ、いかがでしたか皆さんの。いや、まあ、まあ、言葉と言いますか、まあそうだろうなって。まあ梅ちゃんだからね、はい、まあこんぐらいは言われるよねっていう、ね、そうですね。まあまあじゃあ想像通りみたいな。そうですね。まあ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 、じゃあ次、まあでは冗談ですけどね、はい、いやいや、ありがとうございます。まあこっからですからね、はい、問題はね、はい、では、続きまして、大郷さんの紹介動画の方、見ていけますでしょうか。 お願いします。まあ、なんていうの、もう出会った頃からゴールドセントでしたね。もうなんか俺様だべみたいな感じで、まあね、こう僕が例えば、まあ、チェンリーなんで強キャラなんで、サガットにはまあある程度勝てるのは当たり前なんですけど、まあ勝っててもなんかまあまあまあ、お前もよくやったよみたいな感じで、ちょっといやまあね、こうまあ大物感漂う人でしたね、やっぱり。
そうです、まあ、あとは、まあ、玉打ちはあの人は本当にすごいかなっていうのは、まあ、最初本当勝てなかったんですけど、まあ、あれちょっとあの玉の本質と真髄を崩すのは結構これ今漫画でちょっとガイル対サガってやってるの本当そのまんまっていうか、まあ、最初触れられなかったっていうのはあります。まああれ圧倒的にガイル、もうガイルのお手本のような、もう本当に太陽型のあんまり飛ばないガイルで竜の攻撃を避けて、まあ、いなして勝っていくような感じでしたね。無駄な動きがなくて、多分本当に戦い方を一から順まで常に対戦以外で考えてきたんだなって思ってするんですけども、矢川さんガイル使い始めたのって梅原さんを倒すために使ってたんですよ。あんまり竜に負けたの見たことないですね。矢川さんのガイルってあんまり有名じゃないと思うんですけども、坂取り有名だと思うんですけども、優先すごくうまくて、ほとんど竜に負けたのあんまり見たことないですよ。だからすごい梅原さんとクライアントさんって楽しみですね。はい、ということで小郷さんについて皆様が、はいはい、お話をされていましたが、小郷さん今の VTR 受けていかがですか？なんかまあ特に音チームなんだけど、紹介文なんだけど、音チームの紹介文みたいな、こうちょっとあれなんだけど、なんか頭のおかしい人みたいな紹介だったよねあれね。結構負けてお前もよくやったよって。そんなことないっす。まあでも皆さんやっぱりすごくその漫画が忠実だというような意味合いのことをおっしゃっていたかと思うんですが、あーそうだね、まあ実際そうなんだろうね、うん、あんまそこって自分じゃ分かんないとこだけど、はい、周りが決めるとこだから、ね、そうか、了解いたしました。では、続きまして、倉橋さんの、紹介動画ですね、こちらも見ていきたいと思います。どうぞ。全面に押し出してこの技にはこの技って攻略がすごく高くてよく考えてやってるなと思って、彼と出会ったことにまた攻略もサボっちゃダメだなっていう、有利な状況をどれだけ続けるかとか、そういう格闘ゲームのプロセスみたいなものをね教えてもらったっていうところですごく感謝してますね。嬉しかったすごく。梅原クラッシュを知ってる人にはまあ、お前ら強くなってきたけど本当の強いガイルっていうの知らんから、お前ら東京行ったら倉橋のガイル絶対やられんぞって言われて、こうまあなんぼのもんじゃみたいな感じで行ったわけですよ。そしたらボコボコにされて倉橋のガイルに、もう衝撃でした。本当に倉橋はこう対戦してくれる人は喜んでとことんやってくれる人だったんで、こんな弱い大阪人の僕らとかでもすごいとことんやってくれて、まあ後で聞いたらなんかあいつは弱いんだよとか言ってなんか言われてたんですけど、まあ僕らはまあやっぱりこう衝撃的に外部っていうのはこういうものやっていうのは、本当に強い人っていうのはこういうものやなっていうのを教えてもらったのが倉橋でした。矢山さんとは正反対で、駆け引きを重視してる、そこでこれやんのかいっていうので、もうその嗅覚がすごいですね。あもうめちゃくちゃすごいですね。結構昔はよく教えてもらっててすごい勉強になりました。今も結構教えてもらう時あるんですけど、何でもありに何やってるか分かんない怖さっていうのがですね、でもちゃんと待つところは待ってて、しっかり体温も昔ガイル使える時にできているわけなんで、まあ気を熱心とも向けない人だと思います。仕事倉橋、職業倉橋、転職クラーシー、生涯クラーシー、天涯クラーシーで、未来永劫クラーシーですね。はい、ということでこちら戻ってまいりました。倉橋さんについても様々な方からコメントいただいておりましたが、倉橋さんいかがでしたか？まあ、小高にコメント求めるはないでしょ。小
高さん、それ以外は素晴らしいコメントだ、はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、いろんな方がいろんな風に、まあ、評価をされているお三方ということで、すみません、こちらの方ですね、試合の方、すぐにというところがありますので、まあ、もっとお話聞きたいんですけどね、まあ、長丁場なんで ね、はい、長丁場なのでちょっとあの時間読みもできないところもありまして、オープニングの方は、このぐらいでですね。なるほど、はい、あ、もう一本勝敗予想動画もあるということで、じゃあこちらも見ていきましょう。 お願いします。バランスで一番強いのは梅原なので、技術、まあ、ただスト2なんでね、小郷君と倉橋はなんだかんだ言ってスト2ずっとやってるんですけど、まあ、梅原はね、そんなにスト2もやってないからどこまで戻せるのかなっていうところもあるんですけど、本当に力を出し切れば潜在能力的には梅原が勝つと思いますね。まあ、力を7割8割戻せたら梅原だと思うんですけど、まあでも彼もね、まあ忙しいし、どうですかね、まあ、全員でしょうけど、飲んでかかってる部分あると思うんで、まあ、飲み込みやるんで、うん、まあ、お号帰りですね、うん、お号帰りがズバリ勝ちます。その放送、あ、見たんですけど、終わって翌朝最速で天涯倉橋から今日どうだ、一応 LINE が飛んできてやったんですけど、まあまあ、実際やっぱ強いんですよね、まあ、天涯倉橋なんで、まあ、腐っても倉橋なんで、まあ、その腐った倉橋を、まあ、どうあの二人が崩すかちょっと見ものなんですけど、まあ、水と油と、まあ、具っていう感じなんですよ、自分の中で言うと、まあ、水と油は倉橋王なんですけど、まあ、もう一人の具なんですけど、そこのシンクロすると、まあ、かなりの対戦になるかなって思います。まあ、もう応援し、もう一応応援してるのは矢田さんなんですけども、その倉橋さんの、そのすごい大会強いんで、大会強さもあるし、梅原さんとも、もう結構百戦錬磨って感じなんで、ちょっとこればっかは分かんないです。まあ、うん、矢田さんのガイドが勝つんじゃないのかなって思いますね。はい、ということでこちら戻ってまいりました。はい、まあ、試合前にちょっとこの空気の圧が増したかなって僕は。あ、そうですね、はい、なぜこの動画を作ったんだっていうのは思いましたけどね。はい、はい、まあ、というようなですね、まあ、インタビューをいただいた皆様からの勝敗予想があったわけですが、はい、まあ、ここはまあ上原さんにだけね、まあ、コメントいただければなと思います。なるほど、わかりました。はい、でもじゃあ、はい、あ、そっか、コメントなしでお願いします。はい、コメントなしということで、はい、まあ、そのね、勝敗予想がどうなるかっていうのはこの後、今から始まる戦いの方で皆様で見ていただければというところでございますね。さあ、では、三つどもえ戦の方の準備を開始していきたいと思います。ではまず梅原選手、はい、先ほどおっしゃっていた通り、まずは梅原選手が戦います。そのお相手は、倉橋選手でよろしいでしょうかね。はい、はい、ではお二方、ちなみに一つだけ、はい、竜とガイルの対戦なんですけど、はい、基本的に竜側が 2P です。竜側が 2P、はいはい、ガイル側が 1P でやります。はい、スト2は、はい、ほとんどの人は昇竜拳系は 2P でやりたがるはずなんで、はい、で、ため系は 1P でやりたがるんですよ。そう、操作がしやすいから、はい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 、それはもうご本人同士の間では、あ、大丈夫、了解は取れているという、そりゃそうだって話 で、まあ、そうで当たり前だと。あ言うまでもないと。言うまでもないと。なるほど。で、もう一つ、はい、もう一つ、これこだわりなんですけど、はい、キャミステージをわざわざ、はい、出してキャミステージ固定で戦います今日は。キャミステージ固定、はい、その心は、いや、かっこいいから、かっこいいから、オーロラがあるからと、いや、そうです、いうところでございますね、はい、じゃあ、今回は、このルール、竜が 1P 側、はい、逆ガイルが 1P、 あ、ガイルが 1P 側、失礼しました、リュウが 2P、 ガイルが 1P 側、リュウが 2P 側、そして、使用するステージはキャミステージのみという形で、はいはい、リュウガイル戦、三つどもえ戦を行ってまいりたいと思います。
では、1戦目の梅原選手、そして倉橋選手、前の方にあ、はい、お願いいたします。はい、大丈夫です。はい、そして倉橋さんは飲みお飲み物を、お買い求めに行きましたので、この間にですね、本日の、このバトルの、あ、大丈夫です、総合さん座っていただいて、はい、本日はこのバトルにですね、解説に駆けつけてくださった方をご紹介したいと思います。こちらの方に来ていただきましたよということで、はい、じゃあ、はい、こちらはね、ウルフォー勢、ストファイブ勢にもおなじみの吉尾さん、そしてなんといっても吉尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。 X といえば、はい、ですよね。ここは、はい、あえてですね、はい、今日はもう自分から言わせていただきました。はい、さすがにやらせてください、お願いしますと。さすがに、僕も非常に心強いです。私今日1万回くらいさすがにって言ってるんですけど、はい、さすがにやらせてください。はい、今日はそうですね、はい、もうぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、まあ、今ですね、2名の選手の方が、はい、まあ、1人はトイレに、1人はお飲み物を買いに行かれているので、はいはいはい、まあ、ちょっと今回の企画に関して吉尾さんの見解をですね、ああ、ちょっと伺えればと。いや、まあ、いや、王さん隣にしているのなんですけど、はい、こう長年のタブーなんですよね。正直X 界でも、 X 界でもやっぱり、はいはい、まあ、私はどっちかで X 界ではまあ中堅から若手に属する、ね、吉尾さんをして、はいはい、私はまあ若手にどっちか属するんですけど、はい、まあ、やっぱレジェンドたち、まあ、基本的には尊敬します、はい、さっき言ってたサシチや小高も、はい、そうなんですよ、はい、で、矢さんとかにもすごい教えてもらったりとか、うん、世話になってるし、うん、まあ、クラスにボコボコにされ続けた日々もあるし、はいはいはい、で、まあ、こう中堅若手勢は、まあ、お二人に世話になってますと、うん、なんですけど、なんですけど、なんかこの二人がそういうことないなっていうのが、一緒の空間にいるの見たことねえと、見たことねえぞっていう理由は分からないけど、話をちょっと若手たちとしてて、はい、まあ、いつぞやの飲み会で真相を知るに至り、うん、はい、あ、これはまずいんだなと、言葉に発してはいけないんだなと、言葉に発してはいけないんだっていうのを、はい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 、もう10年以上ですよ、10年以上思ったわけですよ。なげいや、これはもうね、はいはい、そういうもんなんだと、まあ、思うしかないと。そうですよね。そしたら、うん、やっぱり我らが梅原さんですよ。そうですね。あっさりじゃあやろうかみたいな、恐ろしいですよね、ところなので、はい、いや、この、本当にこれ皆さんもすごい楽しみにしてると思うんですけど、はい、このね、2人の間にいた、はい、この我々の、そうですね、ドキドキ感をどう伝えてもいいのかもう分からないっていう状態なんです、本当に。そうです、あ、すいません、選手のお二方ですね、今席についていただいたんですが、試合前に一言ずつコメントをいただいてよろしいですか。はい、映ってるかな。あ、ガイル、今スト5でメインキャラガイルなんで、ちょっと最初戻すのに結構戸惑ったんですけど、まあ昔散々やったキャラなんで、だいぶいい感じになったかなというところなんで、まあちょっと期待してみてもらえればなと思います。ありがとうございます。さあ、そして、倉橋選手からもう一言伺いたいと思います。お願いします。対戦相手の、まあ、梅ちゃんの、あ、ごめん、対戦相手の梅ちゃんの場合では、まあ、前世紀はね、スト5で言ったら、まあ、マスターぐらいあったんですけど、まあ、残念ながらお湯の竜は、まあ、LP10 万ぐらいあるんで、そこら辺のマスターに負けません、勝ちます。ありがとうございます。それではですね、対戦の方は、今まだ、チェックというかキャラクターを、選択しているところで、ワンピー側のガイルが、動いております。こちらが梅原選手のガイルになりますね。そして 2P 側、今剣になってるんですが、こちらをですね、倒すことによって、倉橋さんが乱入、そして竜を選択して試合が始まっていくと、いうところです。ちょっとね、昔の基盤なんでね、大会モード等がないので、はい、一回一回倒していくことが、そうですね、形に、はい、なります。さあ、これで準備が、もう整いそうですというところですね。倉橋選手もご自身のタイミングでボタンの方を押していただいて大丈夫です。いや、久しぶりに行きますか。じゃあ、いや、そうですね。X でこやっていいのかって言ったら、もうお前やれって言われたんで、梅原に、はい、そこはもうやらせていただきます。はい、
あの、はい、ちなみにこれ合気の選択コマンドですね。そうですよね、そうですよね、今のルートは、はい、さあ、これで準備は OK。 さあ、爆弾企画が始まる。上原がいる際、倉橋流行ってみましょう。よろしくお願いします。さあ、開幕は波動とソニックの打ち合い。さあ、ラインをぐっと下げた上原だが、ここは打ち合って、さあ、画面端には行きたくない2番塚も使っているところ。さあ、踏み込み垂直を見せるんですね、うん、やはり。さあ、ここにはあった竜巻があって、もう画面端投げも入る。これで体力半分リードは倉橋の流。さあ、前に歩いて勝利を誘って出し、さあ、これで中央が近づいてくるが、どうする。ダイオスで前を詰めてくるのは倉橋の流。さあ、大足波動からどうする。ここで真空バッチリー、1ラウンド目からドンピシャー。お見事。さあ、素晴らしいですね。かなり倉橋さん、もうね、さすが仕上げてきてるというような動きですよ。しかもリフトアッパーに対しては空中竜巻でリターンを取ると。さあ、この動き、さあ、球の打ち合いでは吉尾さん、やはりコマンドである波動拳の方が有利と。一、ねはい、回ジャクソニックをガードさせれば、はい、そのまますごいガードペースになるんですけど。さあ、またもや真空、今度は早め。さあ、そして画面端、地獄の時間が続く。投げ2連、瞬く間に1試合目は倉橋。やっぱね、ガイル側っていうのはまず、はい、まあ、今見たと画面端がすごいきついんですよ。そうですね、はい、で、倉橋さんとか、まあ、上原さんもそうなんですけど、はい、ソニック見てから竜巻がものすごい精度なんですよね。見てからなんですね、はい、で、はい、これ開幕もそうなんですけど、はい、竜が一歩歩いて竜巻を仕込むと、はい、ボタンを押すことによってソニック見てから竜巻ができるんですよ。で、画面端だとさらに竜巻が出ても前が離れないん で、はい、確かに。で、そうするとソニックも打てない、中足も大足に巻きやすいんで打たないから歩き投げっていう今ソニックなんですよね。あー、なので2連発いけたと、ね、今度は第5スからの投げ、ちょっと前ジャンプをミスってしまいましたが。さあ、梅原は前ジャンプ1つで、さあ、ここで真空気合を入れて打っていったが、この3発目はガード、はい、さあ、空対空になったが、梅原の体力はもう持たないか。バックスピンナックル1つだが、画面端が近い。踏み込みには波動拳、割とクライスはやっぱ先手必勝感ありますね。もう真空もまあ避けられてもいいやみたいな。そうですね、うん、ほとんどリスクはないので。これは倉橋流が圧をかける序盤。さあ、梅原側としても、ね、まあ、やはり序盤はちょっと戸惑うかもしれないというコメントはありましたが、はい、それにしても鮮やかなのは倉橋、この茶色の流。前ジャンプ、割と今日初めて来ましたかね。そうですね、前ジャンプの頻度っていうのはやっぱり10作戦って結構長期戦なんで。はい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 。いやー、ダイゴス来るぞ。さあ、ダイゴスの後は真空と投げの2択だが、もう画面端まだ来たな。今度はそれを投げて返す。やりすぎましたね。お見事、さすがに調子に乗るなというような、そんな投げにも見えましたが、さあ、竜巻、ここは空を切っていたところ、アッパーを1つ。さあ、画面が入れ替わって、今度は倉橋龍が画面端近い。リフトアップは相打ちで、だがここにはファイヤーハード。さあ、カンが前を詰めてくる危険な前。ちなみに漫画と同じで、はい、第5神経が超強いこの組み合わせ。なるほど。いやー、これ投げ、まあ、あれで移動してる間にソニック打つことないの確認ができるんですよね、はい、あー、なるほど、はい、今度は真空ガードだが、画面端、梅原が苦しい前から中足3つ。さあ、これが被弾して梅原が1本取り返した流れ、ちょっとその波動拳をガードするかソニック使ってタイミ、はい、判断がやっぱちょっとやってないと難しいんですよね、はい、でかなりそんなに食らったように見えるんですけど、はい、まだまだちょっとミスって食らってるかなっていう感があるんですけど、はい、結構梅原さん今の試合はジャンプを使って割とちょっとリスク高かったんですけど、ジャンプしてちょっと動きを取り戻したという感じですね。ちょっと流れを変えるためにリスクを負ったというような感はあったが、うん、さあ、これで画面端になった。さあ、梅原が大キック、だがここにはワイヤー波動、いやー、サマー使って、そこにはお釣り、アッパーハードで、台足に対して、はい、台足の先端ってサマー当たんないんですよ、はい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 、なので、龍は割とその画面端ラッシュの時台足は比較的安全出せるんですよ、ね、安全なんですね。なので歩き投げがすごい生きるんです。で、その代わりに歩き投げが強すぎるんで、うん、歩き投げでリスクを負わせるためにどうしてもサマー打たなきゃいけないっていう特徴があるんですね。投げられ続けたらやっぱりサマー打たざるを得ないと、はい、さあ、ガンガン画面端でプレッシャーをかける。本当に、いやー、この試合展開、まあ、試合作りがもうはっきりしているというような印象ですよね、はい、流れはそうですね、流れはもうはっきりしてるんですけど、はい、読み上げとはちょっとずつ変わってきて、今サマー打たなかった時に打ってきましたとか、はいはいはい、その辺でちょっとやっぱ長期戦なんで、はい、その辺の見せ合いをいつ仕掛けるかっていう、はい、やっぱちょっとリーグ戦っぽいですよね、その辺は。星は2対1、はい、
ここは倉橋龍が空中竜巻を使ってもうたまった真空。さあそしてまた第5スから歩き投げ。そしてここは中足を勝利で刈り取って、もう一度歩き投げ。今の聞きますよ、さっきサバも見せましたが、はい、まあ食らってもいいみたいな感じでしょうね。ですかね、はい、体力差は確かにあった状況。さあ今度は梅原が前飛びを一つ見せた。さあ波動を打っていくのは倉橋。さあ今のところ流れは倉橋にあるか。ここはリッドアッパー入って上。さあ梅原が少し飛び始めてますか、はい、有利状況で飛んだのはちょっと多分でかいと思います。さあ竜巻引っ掛けている。さあ鎖骨からダイオス、ここには大足が置いてあった。さあそしてダイオス真空、これはガードしたが、その後も投げ。さあだんだん体力が追いついてきた。さあそして地獄の画面端、梅原はどうする、どうしのげる。これはダウンになる、上から来て投げられる。倉橋の画面端は恐ろしいものがある。今のをジャックジャックにしたことによって、はい、暗い投げ防止の一組ができるんですよね。はいはいはい。でしかもジャックジャックと刻むとちょうど龍眼の投げ前になるんですよ。ガエルより龍眼がちょっとだけ長い広いので。なるほど、はい、超絶有利だったんですね、もうあの状況。だからよくあれはその前にダウンのあれ当てましたっていう感じですかね、はい、さあこれで星は3対1になった。さあ画面端がまた近いの、梅原竜巻に引っかかるが、さあどうする、チラシを使ってラインを上げたいが、倉橋の圧力が尋常ではない。さあここはチラシとソニック、どうする、さあどうだ、ちょっと今波動一回ミスったか、それを戻りせず前に来ましたね。たここはバックジャンプで避けているが、さあ大西昇龍隙を消してバックピン。さあ最後の一手はどっちかの上、ここで前飛び、弱波動をバックジャンプした後っていうのは、はい、割と画面端で数少ないガエル側がちょっと見たことなんですよ、はいはいはい、だから逆にソニック、まあ、比較的安定に打ってるポイントなんですよね。ほう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 。でバックジャンプした時に竜の波動君の種類を見極めて、まあ、それで見極めて、はい、打つか打たないか、ソニックを打ったっていうことをやったんですけど、まあ、それを読みなさらに前じゃない。なるほど。さあここも倉橋が押し込んでいる。この状況、体力リーダー梅原のガイルではあるが、さあうわー、すぐにタッチオキック狙っていた真空はガードの後は鎖骨一つ。さあどうだろう、竜巻そこはきっちり反撃をして、さあ梅原ここを取っておいたところだが、倉橋はどうする、何を狙っているか、波動打って、さあ打ち合い上、今度は梅原が上を取る。今ちょっとソニックやった後に、はい、裏剣は間に合わないけど次の波動に中足みたいな相打ち上で OK みたいなとこあったんですけど、はいはいはい、多分さっきと中足が勝利で勝られたので、はい、一回様子見したんですよね。なるほど、確かにありました。うわー、うわー、電光石火、倉橋が瞬く間にラウンドを取ってこれで4対1。いやー、吉尾さん、この辺りからまあ5試合終わって中盤戦に入ってくると思うんですが、うん、入ってきましたね。さあ倉橋龍が止まってないと、ちょっと止まってなくて、はい、ちょっと皆さんね、こういったちょっとミスも目立っているので、まだまだ、はい、上はきっちり、もっとちょっと3段決めるとか長くですね、ここまでちょっとアドバイスが入んないですよ。はい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 。もしくはその倉橋さんのその勝利読むとか、ちょっとね、動き変えたいところはやっぱありますよね。ちょっと読み勝ちのようなプレーがないと流れは変えにくいというような状況か。第5数、ここにはソニックが置いてあった。おお、前歩き投げ。さあここで初めて、これはちょっと新しいですね、はい、動きですね。かなり踏み込んでの投げ、上音を取っている。だから暗い投げの形になった、はい、さあここは勝利を少しして、またもや踏み込み投げ。いいね、あの垂直やっぱの波動拳打ってた時に、はい、攻撃を押すと波動拳を抜けて蹴れるっていうのと、はいはいはい、あとその技を出さなければショルが当たらないっていうポイントがあるので、ちょっと比較的あの安定にです、ね、波動拳を蹴れるっていう、そういう垂直なんですよね。なるほど。ちょっと龍眼としては対処が難しいです。読んでないと歩き勝利とか毎日の中盤ができないので。まあそうですよね、確かに。さあここは梅原、ここは一本返したいところだが、倉橋としてはもうここで一気に乗っていきたい。中足二つ、どうせ、まあ、今は本当そばとか中足が悩ましいところでしたね。今のもう読み合いでした、さあ上、ここは相打ち耐久だが、投げているのは倉橋龍の方。さあここも大勢移動しての大足、この大足も鋭いですね。鋭いですね。やっぱ第5スでかなり無理やり来たように見えて、はい、第5しながら結構状況見てますよね。あ、そこがちょっとやっぱ上手いですね。その間に状況確認をして最前手を選ぶという倉橋龍のこの攻略、真空今よく出ました、ガードになった、うん、だが画面端は依然変わらず梅原はしのぎきるか。さあ大橋は避けている、どうする梅原が、さあ梅原さん多分丁寧にやってますね。でも先ほどの勝利もちょっと身に染みてはいるでしょう。さあ打ち合いになった。いや、しかし梅原さん我慢してますよ。どうする、おー、昇竜でソニックを避けている。
スト到達。よく我慢しましたね。削りも苦しくなってくる。どうだ、あの内真空が溜まった。あ、時間は6秒だが避けている。終了進出。なんとか対処した。いや、これはでかいですよ。まあ、これがリュウガエルだって今まさに素晴らしい試合してくれましたけど、はい、割とさっきまではあそこが飛んだりとか前に歩くっていう行動でなんとか勝ち取ってましたけど、はいはい、ちょっと今回我慢をしきりましたね。我慢しきりましたね、うん、いや、 やっぱ上原さんやっぱ結構こういうとこがいいですよね。その強弱使い分けみたいな、はいはいはい、緩急を、緩急が素晴らしいですね。うまくつけてくると。さあ、ここまでの星は6戦終わって4対2倉橋。さあ、梅原が巻き返しなるかという状況ではあるが、さあ、梅原のそのガイルの幅が若干見えた先ほどの6試合目だった。だが、ここは波動拳ファイヤー、これでダウンする。今のはね、相手に波動拳狙えるんですよ。だから悪くなかったんですけど、ちょっと運が悪かったですね。シンクラーがずかずか歩いて投げ切った。いやー、これはまだまだ止まらないか、倉橋龍。さあ、次ここにきっちり返して、さあ、大志踏み込んでダウンを奪う。この一撃、さっきからダイヤショーちょっとミスったので、確かに梅原さんちょっとやりながら少し戻ってきてる感はありますね。やりながら戻ってきていると、おっと、ここはジャンプシューパンチだったか。これね、少し遠い前だと、はい、引き付けダイパンで勝てるんですよね、引き付けアッパーに。そこは対空してたが、ダイオス入っている、危ない、前真空もある。おー、2回目縦飛び、絶妙のタイミングだった。さあ、ちょっとやっぱ漫画と同じように第5進化食らえない感がそうありますよね。漫画なんなん言っちゃったでしょうね。確かに現場では食らえないみたいなのがあります。そうなんですよね。いやー、しかし竜巻、少し倉橋龍の動きも大胆になってきた。しかしこれですね、これが今の前だと潰せると。さあ、真空がある状況、リフトアッパー根元だった。さあ、体力リーダー梅原、おっとだが竜巻でタイミングを変えて少々避けていた倉橋龍。波動とストニックの打ち合いだが、上対空迎撃。さあ、画面端になる、真空が怖いが、ここで真空だが我慢しきる、我慢しきる、よく我慢した。今ソニック一つだが、依然苦しいのは梅原。どうする、時間は10秒、くぐって上、通常対空でめくり落とし。いや今のあのね、前ジャンプは実はかなり良くてですね、はい、さっき言ったように台足が比較的安全に打てますというところなんですけど、実はですね、あの前ジャンプするとめくりから3段入るっていうのがあるんですよ。これ結構私が好きな感激なんですけど、はい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 、であれ、そういう場合今までもミスなかったので、はい、あの場面に出すとかなりいい選択したと思ったんですけど、今回ちょっとクライさん我慢しましたね。はい、お互い大胆にいってるように見えるときも多々あるんですが、よくやっぱ、はい、直前まで相手の動きやっぱ見てるなっていうのがしますよ、やっぱ。さあ、これで星は5対2倉橋。さあ、勝利条件は10本選手。さあ、この地獄の三つどもえ戦、これは第1戦目、梅原対倉橋の竜ガエル戦。ワンピース梅原上、あ、地上繋がらない、やっぱこれもまだ倒しきれない。おー、早い、さすが。さあ、再三リフトアッパーを避けられていた空中竜巻ですが、今の距離だったらサマーできちんと、ちょっと、まあ、今曲がったからですね、毎回あの速さで出すのは相当難しいと思います。ですね。さあ、ここは竜巻で倉橋がどんどん近づいてくるところ、体力リーダー梅原のガイル。さあ、これで真空はチャージ。さあ、ここからこの真空の抑止を使って飛ばせて落とすのは倉橋、怖いところ。さあ、一瞬待っての投げが一つ入ったが、取っている。ガイル三段からの、ちょっと、さあ、ダブルサマーの昇竜拳、上から来る、ジャンプ大キックからの投げ、あれを逆転できるか。ちょっと遠くからの削りってのはああいうことができるんですよね。それは割と2010年代ぐらいですかね、発見されたのは。おお、はいはいはい。さあ、上、相手になる。しかし、梅原さんは全然は、そうですね、梅原が遠いところにへこたれず、なんか前に出ながら対応を的確に合わせてきているような、うん、そうですね、そんな流れにも見えます、はい、体力リード梅原のガイル。さあ、ここは5対2という状況だが、うわー、歩き投げ。さあ、真ん中を突っ切ってきた。真空、これを避けている。竜巻も当たらないが、裏から投げ。さあ、危険な前だ。さあ、分かんない。
上から来る、で、薄いから中心、昇竜を透かして、だが大足が来る、あー、だもダブルタワーがあるので、さすがにですね、さあ、これはそうですね、今、吉尾さんおっしゃった通り、はい、ダブルサマーがあるので、そうなんですよ、まあ、6ドット以下の時は先取りいけないんですよね、さすがに密着だと どう仕込んでも勝てないので、はいはいはい、いやー、これで吉尾さん、5対3ですか、なかなか一進一退になりましたね、一進一退になってきましたね、梅原さんも例えば、あの近めの弱タスマキとかって、しゃがみ中パンチは、中パンチは正解で、はい、で、実際できてる時もあるんですけど、はいはい、なんかもう大パンチはいいやみたいな時が。こんな感じですね、あって割とまあ今できることで、うん、十分戦おうっていうような、やっぱそんな選択肢が見えますね。なるほどね。さあ、ここもバックスピン、バックスピン、3つ目も打っていた、そこには波動があったが、さあ、そうですね、この状況ですね。あ、これは真空根元だが、これは逆に前段ヒットしなかったが、どうするこの状況。あ、今前に歩いてガードしたのが良かったですね。やばい、交錯した。今度はダブルサマーを警戒してバックジャンプしました。おー、最後はジャンプ台級、長く足が伸びた。さあ、おっと、いきなりバックジャンプは倉橋流、これで画面端はぐっと近づいてしまったが、さあ、真空を溜めるような、そうですね、バックジャンプしちゃったらもう逆に真空溜めるしかないですね。はいはいはい、さあ、技を出せば下のスーパーゲージが溜まっていく。そうですね、あれが溜まれば真空波動拳チャージ完了、こうですね。でバックジャンプ型すると大体先にダメージ食らうんですけど、はい、真空溜まってこういうふうに画面端持っていくみたいな。ああ、なるほど、はい、こういうプランもあると、こういうプランもあるということですね。さあ、体力はまだ半分残っている倉橋流、その半分の体力で、ね、先ほどからやっぱ真空持ってるやりたい放題してるんで、そうですね、はい、これはなんて、おーっと上、だが暗い投げの形になってスペースを手に入れたのは梅原のガイル。さあ、ここからあのわずかな3分の1程度の4分の1程度さあ転がります。ただ間に合った、だから時間が残り10秒、どうする、おっぱ1つ、おさあ、ソニックカラー勝利で受けているダブルサマー大勝利届かない。さあ、今のはもう梅原選手時間稼ぎのダブルサマーとも取れましたか、ですかね。いやー、しかし一進一退、これで5対4、倉橋優勢どうですか、ここでレベル高いね。おー、重さをして、ちょっと緊張してきたよ、緊張してきたと。さあ、台足が入る梅原対倉橋、ここは画面端早々に連れてこられたのは梅原。さあ、倉橋龍はまたガンガン来るか。さあ、あの昇竜拳、遠目の昇竜拳は当たらなくなってきましたよね。当たりましたね、まあ、割とあのかすなんですか、スカっても、はい、そんなに痛いものいらないのが疎通なんですけど、はい、まあまあ、それでやっぱスカってると、ね、ちょっといいイメージないと思います。そうですね、当たっていた時のいいイメージ強いですからね。当たった時の痛いのが超でかいんで。さあ、しかし画面端、梅原のしのぎ苦しいが中心一つ、ただしこのタイミングが合わないガードになっている。ダイヤシャドウから竜巻、あ、どうだ、最後投げているのは梅原だ。いや、今の逆にでしたね、逆にの流れ。さあ、開幕、竜巻を当てるのは倉橋。今のやっぱ一歩歩いて、ここのそうなんです。さあ、これですね、だが、いい後ろ投げになった、もう一度。さあ、スカッツも、おぉ、さあ、さあ、ソニックを使うぜ、ニュートラル。さあ、そこにはさすがに台足が来たが、ちょっと違うゲームやってるんじゃないかっていう、そうですね、感じがしましたけども、別ゲー感ありましたが、ダイゴスから苦しい前になっていく。画面端到達、どうだ、残りがないぞ。バックジャンプ一つして真空ある、梅原はゼロドット、どうする、最後は波動拳。さあ、今のでも今の波動拳はかなりの危険球です。危険球ですか、かなりの危険球です今のは。さあ、いきなりダイゴスから投げていったのは倉橋。やめ、倉橋さんはさあ、ワイヤード、まだ勝ってるってやっぱ意識ありますよね。うん、かなり強気、ここまでは序盤から続く強気で押しては来ているが、上通っている。さあ、真空があるぞ、大勝利出てしまった、後ろ投げから。さあ、危険な状況にはあるが、梅原やるしかない状況。いやー、これはさすがに相打ち OK は倉橋、体力は届かず。今 の, あの生で真空削り出そうとすると、はい、引き付け気味で3番出すと一応一本抜けして当たられるっていう、あのそういうタイミングがあるんですよ、はいはいはい、なんですけど、さっき言ったダイヤシは3番当たらないので、ダイヤシキャンセルにすれば安全に削れるっていう意味で、うん、まあ、ダイヤシ進行狙ったんですけど、はい、ちょっとミスってダイヤシになってしまった、はい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 、そういう流れでしたけどね。確かに、まあ、X はね、今のね現行のゲームから比べたらキャンセルもかなり難しいですからね。このゲームはですね、スパコンのキャンセル費用が、はい、実は増した
あの5フレしかなくてですね、5フレプラス当たった時のヒットストップ伸びる分しかないんですよ、はい、なのでもう出番が間に合わないんですよね。そうですよ、ね、中足からの中足から回してるんだと 最速で6回かかるじゃないですか。そうですね、間に合わないんですよ。1、2、3、1、2、3ですからね。1回波動拳入れてから内足やってまた波動拳しないとキャンセルができないシステムなんですね。先行入力というのがもう必ず必要になってくると、はい、さあラウンドを取ったのは倉橋龍の方。さあここまで星は6対4、うん、倉橋優勢。さあ球に乗せて投げを一つ。さあ勝利、これはまだ梅原を透かしているが真空、これはガードが間に合った。しかし依然として梅橋危険なところだ。大足が一つ。さあ今大足か相打ち。さあこれで倉橋が7つ目の星。あの中足ももう大ゴスか、ね、あの歩きながら読んで出したっていうところなんですけども、はい、やっぱ基本的にはやっぱ大足が強いですよね。強いですね。さあそして吉尾さん、すみません、今ですね、配信の方がですね、ちょっと止まってしまっていたということで、それを確認した上で、その時にやっていた試合の勝敗自体は、ついていただいた上で、プレイヤーの二方にはインターバルを取っていただいているという状況となっております。大変申し訳ございません。こちらの方ですね、配信が一時的に止まってしまったということが確認された時点で、その試合は、終わりまでやって、その時点でですね、プレイヤーのお二方には、インターバルに入っていただいております。そしてですね、今筐体の方もちょっとですね、映像の方がなかなかないことだとは思うんですが、ちょっとですね、今映像が不安定ということで、こちらスタッフさんの方にですね、基板ごと取り替えるという、ま、かなり吉尾さんレアなケースが基板はちょっとあれでしたね、起きてしまったというところで、はい、まあ本当に何が起きても不思議はないような、う、ね、やばい祭りが今日、90年代の代物ですからね、機械は。まあそうですね、はい、ただゲーセン
出るイベントも僕もね、はい、昔はよくやってたんですが、はい、こういう状況はあんまり見たことがないなというようなレアなことが今、起きておりますので、しばしですね、お待ちいただければと思います。うんともすんと言わないのはちょっと珍しいですね。確かに、はいはい、そうですね。さあここまで、まあ状況をですね、はい、少しおさらいさせていただきますと、うん、この三つどもえ戦の、第1マッチですね、こちら梅原選手はい、こちら戻ってまいりました。すいません、今私ですね、自分のスマホから IRL でもやるかと状況をね説明するためと思ってたんですが、回線の方復旧したようでございますが、ちょっとですね、配信自体が今までは安定していたんですが、ここに来てちょっと突然切れてしまったりという状況になってますので、これはちょっと安定で、できるようにですね、今スタッフさんの方にもご協力をいただいてる。ケーブル変えた。じゃあ、配信の方はおそらくもう止まらなくなったんじゃないかと思います。はい、そうですね、ただコメントの方もそうですね、まあ、ちょっとねやっぱり我々触れてはいけないタブーに触れてしまっている可能性がそうですね、あるとちょっとストスの神がお怒りかもしれませんねそうですね、はい、というところで、まあちょっとですね、こちらたくさんの方がね、お店の方にも来ていらっしゃる中で、そうなんですよ、やらせていただいていることで、はい、まあお店の方のお時間もあってと、まあたくさんね、本当にたくさんの方に見ていただいている中でお待たせしてしまっているという状況なんで大変申し訳ございません。はい、いやしかし平日にこの人数はちょっとやばいですね。ちょっとやばいですねちょっとやばいですね。土日の大会勝ってるみたいな人いますからね今そうですね相当やばいですよ、ね、見ていただいてる方の人数もね、はい、ちょっと尋常じゃないことに尋常じゃないですね、っているまさか疎通でこんなこんな視聴者数があるとは、はい、ちょっと1秒でも早くですね復旧できるように、こちら現場の方はですね一生懸命やらせていただいておりますので、はい、ちょっとですねしばしお待ちいただければと思います。まあ、じゃあちょっとさっき言い切れなかったことなどを言いますとですね、はい、まあ、キャミステージ、まあ梅さんがなんかお気に入りみたいな感じで言ってきましたけども、はい、まあ、まあ一応ちょっと説明しますと、まあ、ストッツ X の古いゲームってこともあって、うん、まあ、ステージごとにスピードが違いますと、お、あとまあちょっと光の加減でね、波動拳が見づらいとか、まあ、そういうのはカペースとかもあったと思うんですけど、はい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 、ね、氷のステージで烈風拳見づらいとかありましたけども、うんうん、まあ、ちょっとそういういろんなあれがあって、で比較的キャミステージはですねスピード色具合ちょうどよく、あ、なんかステージごとにも色スピードがなんかちょっと変わるという噂は、そうですね、割とすごい極端なこと言うと、やっぱホンダステージは速、はい、遅くて、はい、チュンリーステージは速いとか、あ、まあ、そういうふうに分かると思います。処理速度の関係だったりするんですかね。まあ、だと思うんですよね、はい、あ、まあでもプレイヤーにとっては最高のパフォーマンスで、まあ、戦える環境がいいという、そうですね、ということで、まあ、皆さん納得してると思うんですよね、キャミステージということで、はいはいはい、私個人はブランカ聖者が好きなんですけど、うん、っていうのがあると思うんですよ、はいはい、やっぱ個人的な好みもあると、はいはい、というところあると思います。ね、はい、でまあ、コマンドに関しても、はい、まあ、ストツイやってる人なら全員罪でしょみたいなことを、はい、まあ、おっしゃってましたけども、確かに多数派です。 2P 側で昇竜拳が得意だと言ってる方がやっぱ、はいはい、多数派であって、まあ、持ち方とかにもよりますね。そうですね、持ち方にもよります、うん、ワイン持ちなんかしてる人は逆に結構どっちでもってパターンがあるんですけど、はい、まあ、梅原さん、得意の梅原さん持ちとか、うん、かぶせ持ちの人たちはやっぱちょっと力学上ね、ワンピー側の真空波動拳がどうしてもちょっと次に遅れるというところがありますので、そういうところでね、やっぱ 2P 側が得意と言ってる人は多いですよね。まあ、両者合意の上だったらね、うん、まあ、もちろんそれも両者合意の上なんでいいんじゃないかというところはありますよね。例えばための方も、はい、まあ、ワンピーが確かにため得意っていう人が多いですけど、うん、かの有名なね、無敵さんとかは 2P の得意なんですよ。へー、まあ、人によって個人差は、個人の差がそうあるんで、はい、だからこれで大事なのが、うん、関東とかってすごい北斎多いんですよ。北斎、北斎、はい、
これはですね、やっぱり伝説のトン・タンキさんという人と、まあ、やっぱストフォーでも有名なですね、ドラゴンボーイっていう人が、今思うと、あの二人本当にやばい、 いや今でもやっぱレジェンドなんですよ、お二方ですよね、まあ、やっぱりあの見た目で、うん、あのフォークでやってくるっていうのがやっぱ当時非常に人気を博したわけですけども、フォーク使いも、はい、フォークっていろんな羽があるんですよね。でこのキャラに対してこの状況だからこういう入力してこの仕込みでみたいなのが、はい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 、いろんな状況であるんですけど、それが 1P、2P 得意ってだいぶ人たち変わるんですよ。あー確かに 1P、2P でやっぱ変わりますね、はい、相当変わります、相当変わります、はいはいはい、私もフォーク使ってる時に 1P が得意なハメと 2P が得意なハメがあるんですよなので吉野さんフォーク使えるんですか。いや私フォーク有名です、一つ使い私のフォーク解説はフォーク使いに褒めてもらいましたね、はい、いやー なので、もうフォーク、例えばフォークを本当にコレクションで買ったら、はい、プレイヤー別に得意なハメとかを 1P、2P で見分けてないとダメなんですよ、はい、このプレイヤーは 1P 側でこのハメ得意だから、比較的ミスしやすいこっちの抜け方を狙おうみたいなとこまで考えてやんないとちなみにやばいっすね、さっき言ったトンタンさんはやっぱ全体的に 1P 得意で、はい、ドラゴンボーイさんはやっぱ 2P 得意みたいな、やばいっすね、それ超かっこよくないですかじゃんけんで負けたらじゃあ俺行くわみたいな感じになるんですか。だから実は動画にもなってる、はい、2人で住所した動画、有名な X マニア7があるんですけども、あれも実はあれ得意キャラとかで言ってるんじゃなくて、はい、1P か 2P かで先出てるか先出てないかってあるんですね。なるほどね、まあそのね、トン・タンキさんとドラゴンボーイさんというのはですね、はい、まあ、かの昔ね、そうですそうです、3on3 に3on3 に2人のフォークで出て、チャラ男の兄ちゃん2人が出て明らかにチャラ男でしたからね、超強えっていう、はい、で当時僕はX やってなかったんで、はいはいはい、あまあなんかチャラ男にしては強い方なんだなみたいな感じで見てたんですよ、はい、フォークだし、はい、レアキャラだしみたいな感じで、そしたらウルフォでドラゴンボーイさん超強いじゃないですか、やばいっすあれはやばいっす、激本物じゃないですかやばいっすよ、であってことはあの二人とも本物だったんだなっつってやばい、もうやばいから本物だったいやーでも 1P、2P やっぱね結構大事な、うん、情報なんで、はい、その辺はねぜひ割とだからもう竜使いで横手に空達もいい、 2P キャスとかいますから、あーそうですよね、だからその空達を阻止する読み合い多めにするとか、はい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 、そういう人体みたいなのがまあそうですよね、明らかに戦力アップするっていうことになりますからね、はい、いやーさあ今ですね、筐体の方が動き出しましたので、間もなく、はい、そうですね、ありがとうございます、スタッフさんの方からちょっと今、筐体の方のチェックが終わったというところで、プレイヤーのお二方にはですね、チェックをしていただいて、ステージが出次第ですね、そうですね、キャラクターを選択していただいてという形に、あまだキャミステージ、ね、キャミステージ固定ということなので、うん、そうですね、はい、そのままやってもらって、そうですね、感じですかね、はい、調整していただいてというところでお願いいたします。大変皆さんお待たせいたしました、申し訳ございません。ちなみに新規は出てあります、大丈夫です、もう少しでですね試合の方再開できるかと思います。あだから、こちら勝負の方はですね、まずはこの三つどもえ戦の、一組合わせ目、梅原選手対倉橋選手、この両選手の、試合、8対4倉橋優勢というところで、はい、ストップの方をかけさせていただいておりますので今12試合が終わっている状況、再試合は13試合目からの再試合と、させていただきたいと思います。ちなみに今ワンポイント知識としてですね、はい、ストツ X のコンピューター戦は、はい、新キャラ4人の、はい、新キャラってこの時代に新キャラって通じるかどうか分かりませんけど、はいはいはい、スーパーからの新キャラが追加キャラですね、はいはい、フォーク DJ キャミ、フェイロン DJ そうですね、その4キャラのステージに関しては、はい、絶対出るようになってます、うん、9キャラ8人に関しては、はい、あと 4キャラがランダム出るようなふうになってますので、なるほどなるほど、キャミステージは絶対通るというような感じになってますね。さあ配信止まってます、配信大丈夫 OK お、小原さん来た、はい、たくさんの方がですね来ていただ配信はこっちも映ってます、今入
はい、こちらに来ましたね。すいません、ちょっと混乱しておりまして、今配信また戻りました。ちょっとですね、いろいろなものが、一度ちょっと環境構築の方ですね、リセット等かかっているようで、今配信戻りました。大変申し訳ございません。さあ、そして、今ですねちょっと混乱中なんですが、先ほどインタビューに来ていただいておりました小高さんに、こちら、ゲスト席に来ていただけるということなので、あれ、お迎えして、はい、あるさん小高初めてですよね。初めてです。こちらどうぞ。初心者にはきついですよ。まあ、俺も業界長いんで初心者にはね、結構きついですよこれ。業界長いんでちょっとトライしてみていいですか。いや、お願いします。すいません、はい、はじめまして。はじめまして、あると申します。あ、小高翔太です。あ、小高さん、よろしくお願いします。それ、まず大丈夫ですかね。大丈夫です。あ、どうですか。僕一応ツイッチの人間なんで、何かあっても大丈夫です。はい、責任取らせていただきます。さあ、今、はい、12試合終わって、はい、まあ、ちょっと最後の試合ですね、配信でお届けできないまま決着して8対4、倉橋という状況なんですが、まあこれは、はい、そうですね、まあちょっと X の、はい、次、まあ奈良県さんが勝つと、はい、まあ、かなりちょっときついんで、はい、まあここで、ね、プロのちょっと見たいなと、プロのあれを見たいなと。そうですね、具をですか。具をね。まあ僕正直、あ、まだじゃあ小田さん見てる感じ、まだ具は出てない。全然、僕正直今スワイブはちょっとわかんないですけど、はい、はいはいはい、はい、まあプロのガイルだけはたまに動画で見るんですけど、はい、やっぱ具は出ますね。具は出る。なんていうんですかね、出てて見ててね、やっぱ具がはみ出てくるっていうか、はい、まあまだ出してないんで。まだ出てないんですね、はい、彼の具は出てないんで、こっからだと思うんですよね。あ、はい、ただ今この状況で1試合でも取られてしまうと、もうリーチになってしまう。そう、ちょっとそうなんで、まあここね、まあグーまだ温存してるんで、はい、グって温存するものなんですか。はみ出、まあ、はみ出てくるもの。まあ最新情報だと昨日、はい、まあ、あ、一昨日ですね、はい、まあスパーリングで、まあサッシ流体、ちょっとプロガイル、はい、はいはいはい、まあちょっとリハビリでやったんですけど、はい、まあ最終的に内容ではちょっとサッシ負けてたんで、はい、あ、そうなんですね。これサッシがガイル戦で負けるって、はい、普通に X やってる人から話すと、もう信じられない状態です。ほう、それぐらいサッシのガイル戦っていうのはもう極まって、日本全国でもうあれに勝てる奴はいないって言われてるぐらいのガイル戦なので、まあサッシから深夜電話来て、はい、負けたわっつってほう、まあそんな、まあ内容、まあ本数はあれなんですけど、はい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 、まあ内容、まあ話聞く限り、はい、まあちょっと結構いろいろ具が、サッシの具が出たっていう。まあちなみにそうですね、昨日なんか俺小高に、はい、今日そのリハビリしたつきちゃったって話聞いたんで、はい、LINE 結構してたんですよ、はいはいはい、で深夜で止まったんで、もうさすが寝たかなと思ってやったら、夜中の3時に履歴があって、はい、今サッシの電話してたって言われて、あ、もう緊急コールが来たんですね。電話してんじゃねみたいな話で、まあそんぐらいサッシも、はい、もうちょっともうハートマークがついたと、プロに。あー、なるほど。まあ多分初対戦だったと思うんで。あー、はい、じゃあ結構衝撃を、うん、まあ、そうですね。まあ、ちなみにサシシっていうのは、はい、梅原さんと同じ世代なんですよね。あ、同じ世代なんですね。結構さ、はいはいはい、サシ自体はストツ以外も結構興味あって動画見たりとか、うん、あとサードも結構強かったりするんですよ。おなので、あとハイタリ君のファンだったりとか、おそう、なんか意外になんかそうなんですよ。まあそういうのいろいろあって、はい、まあ、かなりやっぱ梅原さんに憧れを持ってるというところで、まあ対戦かなってよかったなと。確かにそうですね、いうところですね。ただ、うん、言うてサッシはやっぱガエルには負けねえだろうみたいな、やっぱ X へのそれはあったんで、まあ教授というかね、そうなんですよ、今でもバリバリやってる人たちからしたら、はい、それがそうなんですよ。その時は梅原さん具は出てたんでしょうね、はみ出してたんでしょうね。そうですね。で昨日も僕、はい、ちょっとプロに、はい、呼ばれまして、はい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 、まあスパーリング10本5セットやったんですけど、はい、まあちょっと衝撃を受けましたね。衝撃を、まあ、多分初対戦だったんですけど、はい、まあグー出ましたね昨日。どのぐらいからグーは出始めたんですか。いやちょっと受けたことない、はい、ちょっとサッシでも受けたことない、ちょっと結構ねやられたんで。おお、サッシと違うものがありましたか。まあやる前に、まあ式と無手にちょっと一応言って、はい、まあ魔法の台足ってなんかね、ずっと連覚ラインが来るんですよ。はいはいはい、本当に魔法の台足を食らいました。おー、なるほど、ね。いやなんかね、プロのね、竜ね、見てから台足を本当に切ってきたんですよね。うん、最初の方。
で、それでちょっと私パリーンになりまして。入りましたか？昨日入りましたか？割とサッシも見た方だし、だいぶやってくるけどね。まあなんかちょっと違うんですよね、プロの。ちょっと違う感じだった。ちょっとね、まあ私の具足がちょっとテント張ったって感じなんですけど。いや、本当にあー、なるほどね。いや、本当にちょっと今までない台足の食らい方をちょっと昨日何回かしたんで。具足が反応するタイプなんですね。いや、そこまで行ったんで。ああ、それはでも相当っすね。そうですね、まあ今プロガイル使ってるんであれなんですけど、はい、まあそんぐらいの衝撃でしたね、昨日は。じゃあそのこの後にまあ出てくる竜も相当なものだと。そうですね、はい、ちょっと見ものですね。そうですね、あのコメントの方にもですね、小高さんすごくあのお話、はい、あのありがとうございますということで、あ、そろそろですね、はい、あのこちらの方もできてきそうなんで、ありがとうございました、小高さん。どうでもないです。まあ、ちなみにあの無敵という名前が出ましたけども、はい、まあ、あのそれはあの無敵かの有名な無敵ガエルと、ね、さんですよね、まあ、シキガエルシキバイソンという方がいまして、はい、もうこれはもう本当、はい、関東しております、はい、最強プレイヤーといって過言でない人たちが、はい、あのやっぱね、特に無敵さんはやっぱ梅原さんと相当対戦してたと、はい、で、特にですね、今2004、5年ぐらいですかね、あの時の時代にかなりやっぱあの無敵さんと上原さんがもう定期的にお互い呼び合って、はい、あの人知れず対マンをしているといったような状況が続いてたらしく、多分僕ね、その辺りの時期ね、同行しててね、同行してました、なるほど、ね、見てたりしたんですよね、当時多分そういうところ の、はい、あの経験からも、はい、無敵さんは結構小高かなり、はい、優しくてというか、面倒見てるというか、面倒見るっていうのはちょっと変なんですけど、はい、ちょっと今日もね、呼んだんですけど、はい、四季と無敵照れるから行かないと。あ、照れると。いや、こんなもう多分最初の最後だと思うんで、はい、だから個人的にいいとも最終回だと思うんで、これぶっちゃけ。まあトンネルズ、最終回ではない。まあトンネルズとダウンタウンで、ね、はい、まあタモリさんがプロなんで。あ、そういうこと。まあそんな勢いですよね。まあ、そんな感じなんで、でタモリさんはプロなんで、はい、でそのでトンネルズとダウンタウンが、まあ、奈良県小郷と、うん、まあそういう、まあそんな感じで、まあこれね、四季と無敵いたら、まあもう二度と見れないメンバーだったんですけど、まあちょっと来ないっていう形で。いや、それは惜しいですね。ちなみに無敵さんからしても、あのサッシ流っていうのはもう梅原くん以来の衝撃だくらいの、やっぱそういう発言してますね。やっぱあのテロップにもね、梅原を超えたと言われる流使いみたいな。相当すごいですよ。すごいですよね、この時代にまたそういう方が出てくる。また昨日あのフードが、いや久しぶりに X 動画見たんですけど、サッシやばいっすね、サッシとか。へー、やっぱフードも認めると思ってちょっと俺も嬉しくなっちゃいましたね。確かにそうですよね。ちょっとテンション上がっちゃいました。やっぱサッシさんは何者なんですか。いや、あのずっと X の方ですか。ですね、横浜でずっとプレーをしてきましたと、はい、はいはい、で、X 始める前やっぱり普通に格ゲーやってたっていうとこなんですけども、あの横浜セブンで、はい、あの対戦が入るようになってから、はい、もうそこからずっとこう竜を使って、まあ、最初剣使ったらしいんですけど、はいはいはい、ちょっとまあ竜で行くってことになって、でやっぱ横浜ってすごい竜ガイルが名物なんですよ。あ、確かに。で、そうですね、よかったらカメラ屋さんとか、カメラ屋さんもいらっしゃいます。地上を重視する人たちっていうのがこう非常に多くおりまして、確かに一時期カメラ屋さんもなんか夜な夜な集まってる場所があるみたいな感じで嬉しそうに、そうなんですよ、若い子たちがいてみたいなお話をされてました。そういうことですね、はい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 、で、やっぱ景品トークの主であるこの方、大郷さんと、まあそうですね、大郷さんもいらっしゃいますしね、あって、まあ、はい、まあ梅原と同じですよね、まあ、結構、まあ、うん、まあ、師匠弟子っていう関係はあえて言ったこともないと思うんですけど、まあそうですね、まあ、かなりやっぱ対戦をして、はいはい、うん、今日言いますか、もう今日は師匠だと言って、ちょ、まあ、そこでじゃあイニシアチブを取ってね。言いますか、うん、あれね、イニシアチブ大事っすよね。そうだ、いや画面外のやり取りが、うん、まああれ画面の結果に直結することもたまにあるからね。かそうですね、うん、やれることは全部尽くすっていう、全部尽くすところですよね。そっからですよ。ただまあ、王さん、その今ちょっとなかなかね、起こりえない筐体トラブルみたいなことも起きて、はいはいはい、ちょっと今、インターバル取らせていただいてるんですが、うん、やっぱりこれはちょっとタブーに触れた感があるのかなという。タブーというと、いやなんかこう、あまりにもでかすぎるイベントがゆえに、はいはいはい、普段起きないことが起きまくってるような、そんな僕も印象にあるんですが、これ以上やめとけと。そう、誰から言ってるのかもしれない。やっぱちょっとないですよね、平日卒業生がこんなに集まるイベントないですよ、はい、あとはもう東西線の100回、今度400回記念なんですけど、400回今度400回記念なんですけど、やりすぎでしょ東西線の、はい、だからそれは100回ごとの記念ぐらいです、平日にこんな人集まるのは。確かに、はい、いや本当にいろんな方に、まあそのね、応援というか、まあ実際イベント始まってから皆さんもね、はい、結構声を
上げて皆さん応援されていて、そうなんですよ、まあ、僕も実況させていただいていて本当に光栄ですが、いやしかしすごい圧巻ですよね。今日だって木曜日ですもんね。木曜日でちなみにこれ見えないのかな、はい、このこっちから見えないのか、そうですね、こちらそうそうこれも視聴者数がもう尋常じゃないことにで周りも人びっちりでね、はい、おどうだ、さあ、画面の方が今、ゲーム画面の方になりまして、復旧は、近づいているような、印象ですね。はい、おそらくですねここから、画面の方ですね、キャミンステージになってリュウ・ガイルが選択されれば、プレイヤーを2人に着席していただいて、13試合目からですね、再戦とさせていただきたいと思います。さあそうこれは8ですね。はい、そうですね、はい、今画面の方では倉橋選手の、取った本数が7になってましたが、ですね配信が止まった時に、行っていた試合それをカウントするんであれば倉橋選手が8です。なのでちょっとそこに関してはですね梅原さんに、伺った方がいいですね。はい、します。今確認取れました。ちょっとですね配信ではお届けできなかった、途中からお届けできなかった試合が、あったようなんですが、そちらも、もちろんカウントさせていただきますので、現在の星はですね8対4倉橋優勢、このカウントで、再戦をさせていただきたいと思います。いやなんかおかげの有名人がですね、はい、あそこからこう筐体越しに椅子に立って覗いてるのを見ると非常にやっぱゲーセンでイベント感がそうです名物ですよね。椅子に乗ってね見物っていうのはもうあれなんていうかビートライブとか思い出しますね。この感覚懐かしいんじゃないですか。そしてここはね大山ニュートンということで、はい、ゲーセンなんですよ。板橋プレイヤーがねすごい多くて板橋系のプレイヤーが来てますね。僕ねウォーズとね久しぶりに会いましたよ。十何年ぶりにビビりました。ボーズさんっていうプレイヤーがねいたんですよ。またやっぱり今日はねニュートングループということで、うん、サードにゆかりのある人たちがね、はい、サード勢の方々もねいっぱい来てますね。たくさん来てらっしゃいますし、まあ、もちそれはもとより、はい、X 界のレジェンドたちが、はい、そうなんですね、だいぶ集まってきてますね。集結しすぎてね、僕はもう恐縮であれなんですけど、いやー本当、あ、じゃあ小高さんありがとうございました。すいません、すいません。さあ本当なんかなかなかこんな祭りはないなという空気の中でやらせていただいております。いや私もですね、はい、相当早い段階から今週木曜日定時返りしますって、はい、だいぶ早い段階言ってましたからね。それだけはや、あとは何日もいいから木曜だけは定時返りすること確かにあとは何でもいいみたいな、あとは何でもいいあ、その後の自分が、まあ、もうどうなってもいいと何してもいいから目標だけもちょっと定時返りお願いしますと。そうそう、いやね、さすがに言いますよ。そうですね、今日の合言葉はさすがにでしたから、うん、まあこれほどのビッグイベントはですね、まあこの先いつ来るかわからないというような、まあ、ね、まあ、あとは、はい、まあ一つ性的に言えば、はい、あの梅原さん、まあ、もそうなるし、はい、もう無敵さんを入れて、はい、やってもらうしかないです。もうそれが、ね、あの一つ最終回です。最終それはもう最終回です。正直確かに、はい、まあでも今までもね最終回何回も多分あったと思うんですけど、はい、まあ、さあ来ました来ました、はい、さあ来ました、こちらゲーム画面の方映っておりますよね。さあ今ですね、キャミンステージが出ましたのでそこから乱入を開始しまして、ワン1P 側が梅原選手なので 2P 側に倉橋選手が座っていただいて、この龍が勝つことで梅原さんがガイル選択で再試合と、はい、いうところでございますね。さあ 4-8 ですからね、どう追いつけていけるでしょうかというところですけども、はい、そうですね、まあ、ただ不可抗力とはいえ、うん、インターバルが生まれたということがどのように作用するか、はい、さあね、ビーストダイガもレッドブルをグイッといきましたので、はいはい、はい、ではここからが再試合とさせていただきます。両選手もですね、席についていただいております。大変お待たせいたしました。ここから第13試合目からの再試合とさせていただきます。さあ、プレイヤーのお二方はもう、好きなタイミングで始めてください。
さあこれが、再戦となります、配信止まってしまって申し訳ございませんでした。これが第13試合目。さあ再戦始まった。さあやはり開幕前に出たのは倉橋の龍。さあ瞬く間に画面端に到達している竜巻入って、さあチューと打って波動もう体験一つ、これは入れ替わった真空、しかしガードして、さあどうするか、体力リードは倉橋の龍。さあしかしスペースを取っているのは梅原のガイルという状況。そうですね、一回しのいだ感はあります。全然まだいきますね。そうですね、はい、あ、このスイッチが絶妙、玉に乗せて、さあ、うおー、これ見ないぞ、入っている、魂差し返した。さあここからジャクソニックが有利続きますよ。している、おー、最後はソワット一戦。いやさあ逆転ですか、うん、そこからあれ今のポイントは、はい、弱波動を推測したことです。なるほど、そこが最大のポイントです。今のは絶妙でしたね、はい、X はですね、そういうところが最大のポイントになるんですよ、はい、そこはちょっと分かりづらいんですけど、そこから前に出る時間があったと、はい、弱波動はやっぱ画面中央に近いから近い時に推測できると、はい、一番回路有利になるんで。なるほど、はい、さあここも投げるが、うわーっと第5ス危ないところ。さあドットになったのは、さあこの倉橋龍のどうだー、ガードは間に合っている。やっぱダブルがあるので危ない場合、うわどうする、波動スイッ、うわ最後は上、これさっきのパターンでしたね。勝負の前飛びだったか、はい、さあしかし吉尾さん、はい、これで倉橋選手がこのラウンド取るとリーチが点灯します。あ、そうですね、これはでかいですよ。だからそうですね、はい、梅原としては踏ん張らなければいけないところ。さあこういった10試合選手のルールでは、まあ、別のゲームですかね、はい、いろいろやってきたので、やってきました。その10本取る流れの作り方はもちろん心得ているはず。さあ両者にスーパーゲージがあって真空の恐怖の中で打たなきゃいけないんですよね。どう耐えるか、うわ怖いところ、ダイレクリードは梅原、うわー、やる気投げだが受け身は取っていた。どうする、危険な前、どうだ、いやこれでダウンしている。さあ倉橋優勢の前で真空ガードの前に出るが中心、昇竜拳残り10秒、さあダブルダブル様、いやいや今の勝利よく当たんなかったな。素晴らしい、5本目を梅原がもぎ取った。また歩きだけも中心で止めたらよかったですね。そうですね、そして最後の台足、あれもダブルサマー、あれ耐えてれば、はい、2回目のサマーもガードできるんですけど、はいはいはい、まあ、あと一発 OK ってとこだったのでダブル出したってことでしたね。なるほど、はい、やっぱこれ龍の真空波動が目立ちますが、いや、はい、やっぱりダブルサマーの存在っていうのも、あ、ダブル、そうですね、ダブルサマーは詐欺飛び しづらくなるっていうのと、はい、あとダブルでしか当たらない前のものが結構あるんですよ、はい、意外と、はいはいはい、弱竜巻に対してサマー当たらないけどダブル当たるみたいな、おそういうポイントがあるんで。さあそして梅原がここも画面端を背負いながらしのぎ切る流れ。さあ割と中足を強気に出してきましたかね。ダイゴスが実はあれ移動しても強いんですけど、はい、判定も強いんですよ。判定激強いと、はい、判定は強いわ、ダイヤスターズの方はね、一体どういう戦いしてんだって話なんですけど、確かに、はい、あれ実はもう止めるには先に中足を置くか、はい、さっきみたいに投げしかないんですよね。投げしかないと、さっきの試合はそこがうまく噛み合った形ですね。いやただ早いですからね、うわーっとここが真空だが、これはカス当たりのような形になった。浅かったが最後は波動拳、いや今のはいいですよ。今のは実はですね、その歩きながら竜巻を仕込んでソニック打ってないところの、はい、さらにソニック打ってなかったんで素早く波動拳打ったんで中足に勝ったっていう今の波動拳早かった素晴らしい波動拳です。さすがでございますよ吉尾さん、さすがでございますよ。このさあそしてこのラウンド梅原がいい形で対応している。ヒットアンドアウェイのような形で上を通して中足から昇竜のスカリにきっちり中足、これで6本目の星を取って梅原が巻き返す流れ、これで8対6。ガイル側としても、はい、さっきあの中足、例えばさっきみたいに、はい、そのずらした中足を、まあ、ハドル潰されましたみたいなパターンがあっても、はいはいはい、やっぱり中足は一番リーチは長くて、うん、しかもダイゴスに置いて勝てるという技なので、うん、打たなきゃいけないんですよね、使わざるを得ないと、はい、だ かなり2試合前から梅原さんの中足、そこはもうちょっと割り切りつつ非常にいいタイミングで当たってるので、そこも今中足どう、まあじゃあ、はい、倉橋選手は、まあ、もうそこにどう対応してくるかという、ね、これからどう対応してくるかということですね。さあ画面端なんかソバットから中足どっちも当たっていた。さあ真空ここで
ほぼゼロ距離、密着に近い距離からの生当て、炸裂、はい、さあ嫌な流れを倉橋龍がいいプレーで返そうかというところ、星は8対6。まあ、真空波動拳もさっきキャンセルもすごい難しいって言ったんですけど、はい、受付がそれまで実は長いんですよ。ああ受付が長いと、はい、今ちょっとガイドが立ったの見て、お少し遅らせるなみたいな感じでゆっくり回すことによってその間判断できるんですよね。はいはいはい、おここも真空がソニックに噛み合っている。さあ大きな分かれ道、9対6となるか、これはちょっと分かりませんよ。8対7となるか、大きな起用だし、ケレスだが、さあ梅原は粘っている状況、どうする、倉橋は何を狙ってあの体力を削り切るか、ダイヤシン落ちていた、どちらを追い越して、うわー、最後ダイゴ水道投げ、いや今のはこれでリーチ、倉橋、これはやっぱさあの最序盤で仕掛けたやっぱ弱小竜が最後まで行きましたね、はい、生きていたと。上田さん割とそういう読みは得意なイメージありますけど、確かに逆についてきましたね、ついてきましたね、はい、いやしかしこの勝負どころでの勝負の駆け引き、倉橋が勝ってリーチ9対6、梅原はここからの4連勝が勝利条件となる。いやしかしかなり上田さんもね流れ戻してる感はあるので、そうですね、はい、先ほどまでは非常にいい試合展開を作っていた梅原のガイル、さあしかしここは真空波動がある状況、うん、わーっと止まらない、さあ真空ここもバックスピナックルの隙だが投げているのは梅原、これはちょっとでかいぞ、1ドットゼロドット、最後はリフトアッパー、お見事、後ろスパッとしてバックジャンプできると思ったんでしょうね、はいはい、ちょっと間に合わなかったというところでしょう、はいはい、さあハード打つバックスピンナックル、いやーこの危険な距離でダイゴスと中足の距離、うわそこで球もある、タキクからリフトアッパー、さあいい形でさばいている、リーチはかけられたが梅原のプレーは集中力を増しているか、おっとしかし着地は足足しかし当たらず危険な間合いだ、うわ、ここで昇竜炸裂、真空これはガードになるか、下段うわガードして投げが通っている、ちなみになんか投げが最後画面端投げ受けにならない率ってちょっとキャラ別でなんかあるっぽいんですけど、まあ、チュンリーが一番高いんですけど、そうなんですね、リュウとガイルだと、まあ、ちょっと細かい点は分かんないですけど、はい、まあ、体感リュウとか明らか多いですね、体感は、まあ、私がガイル使いとかもあるかもしれませんが、さあここは画面端また倉橋がいい間合い取りをして、とどめの投げってやっぱ強いですよね、そうですね、やはり台足が強い、この前は梅原の我慢の間合い、前に出て垂直、これも相打ちで落としている倉橋、この前から逃さないか、リーチが上がった、最後真剣どうだー、勝負の一手、梅原が上に、これで9対7、まだ終わらないか、今のはさすが梅原さんって感じでしたね、いやーさすが、絶対絶命だったが、そこからの逆転、ちょっとこれはまだまだそうですね、いやしかし、いや倉橋さんはやっぱ調子完璧ですね、この流れは絶対にやめないようにというところでしょう、止まっていない、これは入れ替えた形、上か通って、うわしかしレバ台に竜巻、これが初めて噛み合ったように見えたわ、どうする、まとめ第5つなげ、ここは一発圏内になった、梅原は画面端、うわーソバットに合わせる真空、スローかかるとちょっとね画面見やすくなるんですよ ね、 はい、そこは有利に働きました、さあここまでもう16試合消化して17試合目、リーチをかけたのは倉橋の竜、倉橋さんこれは上ちょっとガンガン間に合ってリスクを負って取りに来てますね、ガンガン取りに来る、梅原はしのぎ切るか、差し返す、中心からここでも勝利、真空もたまった、どうする梅原、最後差し返し中足アド、カウントは10対7、勝者は倉橋、素晴らしい、じゃあなんかさあインタビュー的な感じですかね、はい、そうですね、このまま続いての試合に行きましょう、ちょっとですね、いろいろありましたので、
続いての組み合わせに行かせていただきたいと思います。なので、続いては梅原選手そして小郷選手の対決となりますので、試合前に一言ずつ伺いたいと思います。では小郷選手一言お願いします。いや来たね、とりあえずこの不出来な弟子をね調教してやろうかなとで、まあちょっと冗談置いといて、まあちょっと、まあ、この会場にいる人にもあと配信見てる人にも、梅ちゃんの、まあ、そこそこ動く、まあ、スト 2X の竜、まあ、なかなか、まあ、こういうね公式なイベントで、まあ、見る機会は今後ないかと思うんで、まあ、みんなも楽しんでてください。はい、ありがとうございます。では梅原選手からも一言お願いします。あの小郷さんには本当申し訳ないんですけど竜はガチで仕上がってますこれ本当に申し訳ないんですけどそこにちょっとあの申し訳ないなってのありますけどやっぱ調教するんでありがとうございます。ではリオ選手、こちら準備の方をお願いいたします。さあ、このお二人の対戦は梅原選手が竜を使用そして小郷選手がガイルを使用という形でですね行っていただきます。勝利条件は先ほどと同じように10試合選手です、こちらのルールで行っていただきますが吉尾さん、はい、まあ、梅原選手、まあ、先ほどのガイルもかなり圧巻だったんですが、そう、まあ、竜は私ちょっと相当勉強になりましたよ正直、はい、うん、それ以上の自信があるのは、まあ、やはりっていうのありますよね。はい、はい、まあ長年梅原さんのプレー見てて、はい、まあまあその竜も見てガイルも見て、はい、カペースの中でガイルも見て、まあそうですね、はい、ありましたし、今でもねスト5でもガイル使ってますしね、そうですね、今スト5でもさえガイル使ってますからね、まあ、いろいろ見させていただきましたけども、三重県勉強しとけすげえ竜だから。おーっと倉橋さんに向かって勉強しとけと。さあこれが2セット目梅原対小郷、行ってみましょう。さあ開幕は梅原の竜が先ほどの倉橋選手のように押していくような形でしょうか。さあここファイヤーハードが当たっているのでダウンしている。そしてジャンプダイクから投げが一つ。さあ先ほどもあった組み合わせだが、ここは小郷ガイルが前に出た。バックスピンナックル、そして体力リードは小郷ガイル。さあ両者のスーパーゲージが溜まっている。うわーこれは中足一発目蹴っているが、サマータイクどうする。うわーここで垂直。いやいやちょっとこれ1ラウンド目がこれやばすぎでしょさすがになんということだ。先ほどとやばいでしょこれ同じ組み合わせだが駆け引きのポイントは変わっている。さあ中足が一つで、まだ一つだが竜巻に引っかかる。これで画面端、さあ先ほども見ていた通り画面端は地獄。さあオゴガエルはどのようにしのぐか。おっと珍しいですね、中盤でダイブスを止めていた。中盤でダイブスあんまないですよ、基本的にはダイブスと勝つんですけど、はい、そうなんですね、はい、今だと運がいいですね。さあどうする、波動打ってダイゴス投げからダイゴス返しからウォーターマーソルト前に出る。あーここで重ねソニックに真空波動拳は上原、お見事ラウンドを取り合った。さあ上、さあオゴガイルが早々に前に飛んだ。先ほど、ね、聞いたときに、はい、やっぱ 100% に近く読めてい いればその時は飛ぶとおっしゃっていたんですが、なるほどなるほど。さあ画面端、しかし梅原が圧力で押し込んでいく。真空波動ある、これを警戒しながら、あっと男子見てから、さあ2回転目に合わせるような形だったが、ね、初段ガイルさせれば、はい、ガイルが落としたら結構安定なんですよね。あ、そうなんですね。で実は中足や台足にも相性良かったりするので、はい、他のゲームと違ってですね、このゲームの台足はガイルがかなり使い道あります、はい、なるほどなるほど。さあここは体力リードは若干オゴガイルか。さあこれはジャカードに乗っかったか。ウトガ様、クライ様、クライ様の形になった。時間は残り3秒、若干リードは梅原か。バックジャンプ竜巻で距離を取ってまずは 1-0 梅原スタートすげえなとか言ってますけど、
から実はですね、やっぱ先ほど出てもらった小高商店とか、はい、さっきのサッシってのは、まあ、それはそれでやっぱり横浜系として、はい、あの王さんの弟子なんですよね。はいはいはい、先日行われたあのユーディロリーグで、はい、見事その弟子2人で打ち破ってですね、はい、王さん好成績を収めてるという状態で、なるほど、はい、こう脈々と受け継がれる、そうなんですよ、あれがあるんですね、はい、伝統がね。その時もそのサッシに対してやっぱユーガルで勝ってるんで、おあれは本当にびっくりしましたね。すごいですね。そこレバダが一つ。さあまあ十先ということで、うん、まあまだまだ序盤戦。その中でもやはり先ほどの梅原倉橋の組み合わせとは違うような動きが多い。ここでもサマ早めに。から前に出るところには大キック、レバダキックが入っている。あれまでレッチミレバー入れなくても出ます。あ、普通に大キックなんですね。失礼しました。立ち上げてですね。あ、梅原がやはり前に出るところ、いやこのですね、割と先ほどの梅原さんに比べてやっぱスタメが多いっていうのがやっぱあるんですよね。はい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 、うえそばとも入った。今度は梅原が前に出て投げを打って、ダイゴスから投げ、さあ画面端、おっとここはダイヤシとダイヤシ相打ちになったが、前に出るか、うわーっと惜しい、蹴っている。そしてゼロ距離真空波動、この中足で相足はちょっとやばすぎますね。そうですね、早くも、もう2発、はい、明らかにというような差し返しが見られた梅原対王吾。やはり梅原の仕上がっているという言葉、その言葉通り凄まじくハイレベルな対戦。うわまたもや、さあそして投げる、うわそして垂直ガリクータイク、さあしかしこれ大事ですね、なんとか大ボスは止めないといけない。うおっ大キックだが、ここにも真空、これで 2-0。 これあの逆に、はい、あれなんですよね、結構クライさんも先に台足とか、台越しは仕掛けるって言ったタイプの流なんで、はい、まあ、そんなにスタメだっていう、またちょっと違うポイントなんですよ。それ逆に梅原さんは中足見たり、はい、ソニック見てから竜巻っていうポイントを見てると、うん、その距離で見てる前だと一歩その長いスタブが立ち合いキックが刺さるんですよ、逆に。はい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 、これは相手がどんだけ見てるかっていうところでスタブのヒントとかを変えていかなきゃいけないんですよ、ガイル使いとしては。意識配分の奪い合いというか、はい、そういうところなんですよね。回していくとこの中、逆にこの中足は皆さんすごい見てるので、中足もまたあのうまく使っていかないとっていうのがありますね。そうですね、あれだけ開幕序盤に蹴られるとかなり使い方は難しいが、ここも一つ出す。でも打たないとダメですね。やっとこの竜巻にはきっちりアッパーを入れて、さーっとこのソニックは飛び越えきれず、さあオゴガエルがラウンドを取った。さあ王さんとしてはこの辺りで一本返したいですよね。あれが逆に刺さるパターンですね。はい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 、さあ近距離ハードを打っていくが、やはりラインが下がってしまうのはガエルの方。王さん自体は、はい、あの下がり気味なんですよ、基本的には。さっき梅原さんのガイドは、まあ、前に出るポイントがすごい上手かったと言ってますけど、はいはいはい、王さんやっぱ基本的に下がる過程でダメージ取るっていう、すごいですね、そういうタイプなんですよ。下がりながら対処と、おっとこの感じですね、中パン。そしてここは真空ガード間に合っている、ダイヤシもガードして、いや恐ろしい、ダイヤシが振り回されるが、どうする、打ち合って、打ち合う、どこから行く、飛びを2つ垂直、一発当てて形勢逆転、10秒切った、最後ソニック、これが王豪の画面端。ちょっとあの大キックで倒れなかった、龍が散らなかったのはちょっと運が悪いんじゃなかったですね。一つはですね、はい、基本攻撃力に基本値があるんですけど、はいはいはい、ランダム値があって結構上下があるんですよ、はいはいはい、今かなりちょっと低い方引いちゃいましたね、下振れたと、はい、いやしかし下がりながら対応すると、まあ、その放送でもねおっしゃってましたが、これですね。いやそうなんですよね。うわ恐ろしい足の振り合い。さあそうですね、この距離の垂直大キック、あれがいいアクセントになっている。投げているぞ、オゴガエルの方、梅原前に来るところ、そばと一つ当ててまた距離ができる。さあそろそろ真空がチャージ。さあここからは抑止を意識しながら、おお上、ここで上から飛んでくるが危険の前、いい差し返す、そして真空から有利状況、最後は無理やりのように投げていったのは梅原、お見事。
あの下がり、ちょっと下がった時に何狙ってるかってすごい分かりたいんですよね、はい、ガイル側としては。そばっとすかされると結構隙あるんですよ。いやー、なるほど。で、中足、やっぱ中足を出させてから行動できるけども、そこはそれ狙いなのかソニック狙いなのかっていうのは分かんないですよね。難しいですよね。さっきで大足は基本的に安全に打てるというとこなんで、あそこの読み合いにやっぱ勝つのがやっぱガイルのさばき方っていうところ。またもや垂直。そうですよね。さあ体力リードは大郷ガイル。しかし梅原のここから、うわサマソルトから真空。だがサマを打っていたので浅かった。だが歩き竜巻でソニックを抜けてくるのは梅原。さあしかし着地に対空気味に中足。ちょっと今削りダブル多分入れようと思ったと思うんですけど、はい、ちょっと進化多分早すぎて、はい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 、引き立った時にちょっと入力で消されてたんですよこのゲーム。あー、多分それで様だったんだと思います。なるほど。さあ踏み込みが深いぞ。またもや一瞬で画面端だが、さあオゴガイルも踏み込み投げを要所で見せる。この流れ見てから敵の行動には逆に歩き投げがね、光るっていうことになるんですけど、このバランスをどう組み立てていくか。そうですね、この台足2回転目にはもう相打ち OK で台足を打っているような梅原の龍だが、上は相打ちになる。どうだ、シンクハードは出ないか。だがまだ分からない状況、梅原が体力リード。だがオゴガイルは何を狙っているか。さあ頭を打ち合って消し合って危険だ、いいシンク飛んでいる。まだ分からない、バックスピンからまだ分からない、どうする大輝くん、うえー相打ち、これはダブル KO。 さあエクストララウンドへ。いやちょっと私ちょっと安心したのが、はい、梅田さんやっぱ大足使っちゃった時ありますね。ちょっと安心しました。ゼロではないと、さすがにゼロではないなと思って。さあしかしこちらオゴガエルも中足に差し返す動き。さあやはり画面端付近での戦いが非常に多く見られるこの両者の組み合わせ。大キック一つ入って、今のも一瞬下がってしゃがみガードとかすごい見事でしたね。さすがですね、細かいところ。ここは相打ちになる。さあ距離を近づけてシンクはガードするが、その後の投げ危ないところプレッシャーがかかる。ソニック一つ、梅原は何を、うわーここでも垂直。そしてソニックしのいだのは大郷、これで2対2。あとあの小判を空振ってるのが、はい、やっぱソニック誘いなんですよね。ソニックちょうど下がって、はいはい、ソニック溜まった瞬間に小判を打ってるんですよ。 あれがそのソニック見てから竜巻に対して、まあスタッフにもちょっと打っちゃってますけど、はい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 、あれでもうわ後ろ投げ、後ろ投げで形成逆転。しかし今度はオゴガエルが後ろ投げ。梅田さんもそれに引っかかってないんですよね。かなりちゃんと見てるんですけど、まあ、それやっぱちょっとそれがあるがゆえに、まあ、ソニックに対してやっぱり そもそも仕込みを狙っていくっていうのが少ない感じですね、はい、なのであの他のスタブとか生きてると。ほうほうほう、真空ガードするが大幅リュウリの状況をダウンしてるのはガイルの方。さあ削りが見える大陸さんだが、ここからのしのぎが先ほどから素晴らしい。黄金ガイル、うわぁ中足、うわさばき切ってみせる。なんということか、追い続けた理想の形がこれ。ちょっとやばいっすよこれは。恐ろしいプレースタイル。しかし飛びに頼ることはなく下がりながらも竜を料理する。これがオゴーガイル。アップして体力は大幅リード。梅原はどうするか、真空はまだ溜まっていない。さあしかしからの前歩きにはこれ大きい大キック、ベビースタブと。うまいですね、あのしゃがみ弱パンチ重ねはですね、はい、まあ、勝利をつけてすかすことができて、はい、やられ判定がちょっと少ないので、はい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 、なんですけど、その後のあの足払いが結構負けやすいんですよ。なので1回小判を当ててからちょっと下がって様子を見ると、ほう言ったらそういうふうに読めますね。でそこにちゃんと読み勝ってダメージを取ったと、いやいうポイントになってます。さあその後竜巻の出かかりを潰していたか。さあ3対2、なんと 2-0 からの3連勝はオゴガイル。さあ様はガードして、梅原がアッパーファイヤー波動だが、どうする、まだ危険な舞い。先ほどから大足はほとんどガードしているように見える、相打ちかガードですよね。うわー、しかしここはうまく真空を合わせた梅原、お見事。
さあスト 2X はですね、はい、着地の隙がですね、はい、あの絶対1フレあるんですよね。1フレあると、はい、でこれはあのカラジャンプとかも消せないので、はいはいはい、あの中足をあの持続的に置いとけば確定しますと、うん、言ったところなんですけど、今ちょっとね非常にギリギリのところだったので、うん、ちょっとミスってしまったという感じですね、まあ、1フレって言うてもっていうところですからね、はい、ちょっと早めに出せばいいんですけど。さあ前に出た。さあ中足も入って、このラウンドはさすがに小郷が取るかというところ。ここもスタブ。さあしかし梅原側としてはちょっとこれで4連勝の流れを作られるのは嫌な流れですよ ね、 そうですね、はい、さちょっとやっぱりソニックか中足かスタブどれかに対してちょっと、うん、読み切ったことしていきたいですね。さあこの前歩きにはぴょんと跳ねて蹴る大キックヘビースタブ、そしてソニックがあり、今のガードっていうのは悪くないですね。悪くないと、おっと大将振らせて刺す。だがここは、まあ、や打てるが暗い投げ、後ろ投げだ。さあ真空がある、どこから来る、うわー切っていたが今の前それを打ち返す。よく反応したな。からソニックからのどうする、刺し返す、真空一戦勝負の一撃。お見事、梅原がこれで4連勝を止めて 3-3 にした。いやあれもあの第5ストか、やっぱ上野さんの見てから真空の精度が素晴らしすぎるので、はい、逆に前歩きだけが有効になってくるポイントなんですけど、まあ、それを反応しましたね。前歩きで反応して千代シャドウというところで、いやー恐ろしいですね。さあ上野さん思い出したように影の湯を使ってますが、はい、さあこのゲームはですねかなりあの遠くでコパンを空振ってもガードモーションを取るので、はい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 、なかなかそれであのガードモーションを取って下がれないというのがあります。それをいわゆる影の湯というやつですね。影の湯ですね、はい、漫画でも選択肢が説明がありました。はい、はい、確かに。さあ竜巻これはガードしてから後ろ投げ、スタブ入っていたが、さあこれ真空チャージ、すぐさま打ったがこれはガードになる、体力リーダーは大郷がいる。さあここまで両者のいいところが非常に見られているが、ね、ドセンさんは最速タスポリシャーと間に合わないですね。ワンチューはしたいく、お見事。いやーこれはちょっとやっぱいいもん見てる感ありますね。そうですね。まあまあなんていうか本当に漫画の中の人たちの戦いと、しかも割と漫画に近いことでねやってますからね。たそき今のはちょっと前が出たか見てからだったんですけどね、ちょっと前が遠かったです。さあしかしそう言ってる間にも梅原の竜の体力は削れている。さあどこから逆転するか、しかしバックスピンどうする、真空はもうちょっとかかるか、あとしかし球に乗る、これで梅原は大場に。さあリードして投げ、うわ危ない、垂直ガードか、スタブ入って真空ここで来るがガードして、梅原はニュートラルからバックジャンプ、どうする、フェイントをかけながら、いや最後は垂直に中足、すさまじい間合いの取り合いと。あのスタブはやっぱかなり梅原さん信用してますね、はい、ちゃん。いやこれでオゴーガイルがリード、4-3。吉岡さん7試合が早くも終わってるんですが、はい、終わってきました。やはり倉橋選手との違いは一つスタブが多いですね。そうですね、スタブが多くて、はい、あのやっぱ精度の高い梅原さんのそこ逆についてると、こういった形ですね。うえっこれは当たらずだが、さあどうだどうなるか。さあソニックとニーバズーカ、そしてヘビースタブでラインは下げない動きになってきたか。しかしここで自ら下がって体力リーダーは大郷がいる。梅原は真空をどこから合わせて上、さあどうする、うわこれは真空台足が上手すぎる。そして最後はソニック、今のよく台足入れましたね。だから昇竜拳の隙が非常に少ないゲームなので、はい、あそこで台足一発入れるっていうのがすごい重要なんですよ。重要なんですね。これ実はできる人相当少ないです。一つ書いても、なるほど、あの台足とか超上手いですから、いともたやすくやってのけているが、やってますけど超上手いです、あの台足は。さあこのソニック、さあ波動打ってプレッシャーをかけるのは梅原、しかし再三さえ渡るオゴーガイルのこの画面端でのしのぎ。またちょっとオゴーさんも中足がちょっと掴んでなってきましたね、はいはいはい、掴んだところはやっぱり序盤狙われてましたけど、うん、そうですね、はい、掴んないとやっぱり掴みに確定は取れないので。さあ真空これはバックジャンプで避けている。さあこれでソバット一つ入れて梅原はどうするか。この体力差を逆転するにはこの画面端が重要だが、
どうやって崩すか、垂直、そして中足体育、寄せつけない。これで5対3。でやっぱ中足がすからないってことは、はい、実はためを捨てて一瞬前に歩いてるんですよ。確かに、はい、梅原さんもちゃんとその場で中足がすかるって前にいるん で、うんうん、でそこを逆についてあえてためを捨ててるんですけども、それまでの試合の流れが良すぎて、うん、今そのためをなくしたなって思う梅原さんの量が気づかないぐらいのところからしてるんですよ ね、 なのでペースを失わずにこうやってられると深すぎますね。ちょっと深すぎますね。俺もこうなりてみたいな感じです。そこは波動、これでダウンして、さあ梅原が有利でしょ。これもうまいな。ここも垂直、あの垂直は本当に素晴らしい。そしてダウンしてから男子真空ゼロ距離、さあ巻き込まれればこのように一瞬にしてラウンドが動く、それだけデンジャラスな画面端、非常に危ない状況にはなるが、やっぱあの筋トレでまとまったダメージを取るっていうのは、やっぱりこのやっぱこの近代格ゲーもやってる梅原さんが、はい、やっぱり今度は一番上手いと思うんですよね。確かに近距離戦ではそのそういう近距離の攻防ってやっぱ近代格ゲーって一緒のところあるんで、はい、それはもうやっぱり梅原さんの独断上ですよね。やっぱりですね。なので小郷選手としてはその外で、そうですね、その外の読み合いに勝って自分の読み合いをずっと続けるのが理想だと思います。さあ真空は溜まっている状況、うわー、うわ、差し返し中足アボー、いやーすごいですね。一瞬のニュートラルで技が見えたらマジか、オートのごとく中足波動で差し返したと差し返しボタンついてません本人からちょっと物言いがついちゃってました。はい、王さんがね、差し返しボタンついてんじゃねえかとおっしゃってましたが、ついておりません。すごい公平にちょっと差し返しの台足もちょっとね、ちょっと中盤でスカる場面もあったので、はいはい、ここで中足にするってまたいいかもしれませんね。ちゃんと波動拳まで仕込んどけば、まあ、リスクも十分と、リターンも十分と。さあ、でもやっぱりこの、あとは、ね、踏んでみましたけど、これやっぱり序盤のしのぎがうますぎますよね、王さんは。さあ、体力維持して、スタオが入る。そして、バックスピンナックル。さあこれっていい形を作っているが、竜巻から投げている。ラッキーになったぞ。梅原に真空が転倒する。今度はオホガルが前に出てガードのモーション、残り時間はまだ30秒ある状況。スタブ一発から消せるが、前に出たところには足、ヘビースタブがうまいな。いや空振りませんよね、マジで空振りませんね。あれ逆にちょっと竜がひよったら空振ると思うんですけど、はいはいはい、やっぱ梅原さんの前歩きが逆にっていうところですよね。確かに、はい、さあ、うわー、これですね。これは差し返し出てくるとどうする。差し返し、やっぱこうやってもね、やめなくても大事です。はい、そうですね。前に歩いて投げを一つ、さあ中足、さあいい中遠距離を作れているのはオゴガイル。このラウンドスタバは空振った。梅原がハードを打つ流れ、差し返しは常に狙っている状況。画面端までもう到達した。どうする、前に出たところに中足波動だが、スタブが来る、恐ろしいところ、真空を狙っているが避けている、避けている。どうする、立て直せるか、中足、時間は残り10秒。どうする、それから手を出す、足を出す、結果として当たった。あそこから押し返せるのか、避けましたね、最後ジャックハドは。いやー避けましたね。そうなんですよ、画面端でもジャックハドを、はい、避けられれば少しガイルになるんですよね。そこはやっぱ見逃さないところが、あ、見逃しませんでしたね、はい、これで星は6対4、大号。さあこれはもう読みできました。よっと、あ、これはやってしまったか、アッパー昇竜が、昇竜使って、さあしかし体力差はそこまでついていない状況。さあ大志、中遠距離ではやはり、おお、うわー、だが深い大足から大ゴス、様子を見て、大ゴス様子を見る、サマー打たせ取れ、真空バレー、その前の灼熱。さあしかし、まだまだ素晴らしいのは、今のまだ打つ打たなる駆け引きはさすが梅原さんという感じでしたね。ちょっと今大ゴさんもおいおいみたいな感じでした。さあ竜巻、さあここでまたもや垂直には中止。さあ打ち合う中で真空が溜まる、ヘビースタッフがまた一つ入って、さあ
この画面中に行ききらない間合いでうまく試合を作っている真空、これもガードになる。そこも中下一球の前に波動する、波動打って、うわー、差し足を狙っていたがガードが間に合った。波動、波動と打って上から行くのは梅原、大足相打ちになる。さあ時間は15秒、ガード、うわ早っ、今のソニック超早い。波動入って狙っている、危なかった。時間は残り3秒、一発入るわ、ギリギリ王鵬がいる。またあのスタメン、さっき差し返しがやっぱっていうのは見られたってことですよね、はいはいはい、その一瞬止まった竜を、ね、相手に歩き投げを仕掛けてるんですよ、はい、そこでまたちょっと梅原さんに落下させてないっていうところですよね。いやそれで下がるまでの、この距離を稼いでるという形になってます。うわ、ダイゴスまとめ入って、マジかよ、ダイゴス大足が2セット。さあこれはひとたまりもなく梅原が5本目を取って6対5。やっぱこのダイゴスがね、そのうん、まあ、今でいうところのグラつぶし的な、ね、感じが当たるんですよ ね、 それがもうその大足、中足が普通につながっちゃうので、うん、これはもうとんでもないリターンになってます。やっぱあの辺のタイミングのうまさはさすがっていうところですよね。さすがですね。うわ、ここは今度はウゴガエルが差し返し、中波動は垂直なんですよ。中波動は垂直そうなんですよ。あの速いからといってバックジャンプしちゃうと、はい、中波動踏んじゃうんですよね。あ、だから速いんだけど中波動だから垂直したっていう、はい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 、これが非常に大事ですね。波動の球の、いやもう弱中強全部やらないとダメなんですよ。弾速ってそんなパッと見て分かるもんですか。パッと見たから、ね、この分かる距離が、はい、僕は結構画面らしいぐらいの見方分かんないですけど、はいはい、さんもうちょっと近くと見れるんですよね。はぁ、それでもうこの垂直は、しかも垂直、あの中波動は垂直するとちょびっとガイル見る感じなんですよね。はぁ、はい、弱波動はあの距離で垂直できればガイルダイブ見るんですけど、だその場合竜は追ってくる追ってこないのとか引きがあるんで、まあ、そこ、ね、まあ、ちょっと変わってくるんですよね。恐ろしいですね。ここは上、さあ相打になったが、さあ真空チャージ、うわー、クータイク中が入ってきた。これは梅原がどこで真空をねじ込むかというところだが、灼熱から上から来る、着地真空。いやー見事、まあ、ガイル側としてはどんなにリードしていてもやっぱりああいう流れで真空食らうと、真空だけがどうしてもってやっぱ本当にありますね。そうですね。ダイゴス、ダイゴスゲージため優先しつつですね、リターンもあるという。さあこれは大勝利が漏れてしまった形。さあ体力リードは黄金ガイル、攻められながらもやはり要所でダメージは取っているので展開は悪くない。さあ真空は溜まっている、ハード打って、ハード打って大吉、いやー地獄があったが飛んでいる。しかし一つストニック一つ勝利、もしかしてだが竜巻どうなる。さあ距離を取った梅原、波動から前に出るが打ち合い、最後はバックスピン。いやー本当に本当に小さな小さな、いや本当いろいろありましたよあれも。最後やっぱ読みで竜巻当てたっていうのがやっぱ非常に良かったんですけど、やっぱこれ弱波動を避けてその後ソニック打ったっていうのはね、クラスさんがあの場面で前ジャンプしたとかってあったんですけど、梅原さんは前歩きしてっていう選択肢を選んだ後なんですから、その読み合いでしたね。まあその辺はやっぱ人も癖があるんですよね。細かいところになりますが、やはりおっと竜巻、これはガードしてきっちりと反撃。さあ体力リードをやはりまたオゴガイルがしているという流れ。さあそして歩き投げ、さあこれ受け身取れず、この垂直です。さあこの垂直ができると本当強いですね。打つがこれも飛んでいる、真空、これはガードになった。うわ、そして最後は前に来るところにダブルサマー、お見事。この大野さんの踏まないモードっていうのが、はいはいはい、本当ちょっと竜とかに絶望当たると言われてて、ほうダメージ取れんじゃねえかみたいな。あ、はい、それほどまでに。そうなんですよ。だこれちょっとやっぱガイル戦のダメージ取り方知らない竜からするとこうですよね。今中弱弱弱で急に跳ねばって強に見えそうなもんなのに、はい、中だこれでちゃんと垂直したっていうのが、はい、もうやばすぎます。なるほど、はい、そこは波動が当たって画面端。さあ打つがバックスピン、真空は今度はどこで狙うか、何が一つ入る。さあ星は7対5真空だが、これもガードになる。さあ見当たったのソニックには竜巻が入って、また打ち合うか、飛んでさばきながら残りは15秒、おごがりを投げてリバースピン、だが竜巻、おー、いい音。いや
や今でも最後今のも普通にやっぱスタムがあってため溜まったから打ったって見ますけど、はい、大越さんかなりスタムの後とか調子の後って最速打ちと最速と打たないを相当使うわけですよね、はいはいはい、だからゴルフになったんですよ。なるほどね。皆さん竜巻毎回打ってないわけじゃないですけど、はい、やっぱそんなに打てない、打ててないですよね。それはやっぱちゃんと大越さんのタイミングを毎回ずらしてるからだって、うん、でずらすから一瞬迷いが生じるんで逆に歩きだけところが入るんですよね。ここはダイヤシーからのダイヤシー。さあこれで8対5で、ダイヤシーもやっぱ初段がすごい判定強いですと、はい、で、チュアシとカチャッと一本化してできるんですよね。はい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 。で、今ちょっとあの歩きだけまた匂わしたところで、うん、それに対して皆さんチュアシャ波動っていう選択肢が結構あったのを見て逆に今前歩きダイヤシっていうゆえの前歩きダイヤシと。さあこれでこの試合取ればオゴガイルがリーチとなる。おおっと、あった、これは当たらず。3段を狙うの珍しいですね。ヒヤリとした。今私の人生で初めて見たものがあります。オゴガイル3段を狙う。オゴガイル3段を狙う。ちょっともう今日は記念日ですね。オゴ記念日です今日は記念日あります。それほどまでに前飛びでダメージを取りに行くのは珍しいと。さあ確かに公言通りジャンプでダメージソースにはなってないですよね。たまに使ってるんですけど、はい、本当にドンピシャですよね。そうですね、まあ、対空された場面もでも数回ですよね。こんだけやって数えるぐらいしかないっていう、うん、さあそして残りは10秒切っている。体力リード大郷梅原は、どうだどうだ、どっちだ。うわータイムオーバー、タイムオーバー、ドローゲーム。このね、やっぱ最後ぴったり同じだったか。最後8カウントの読みがめちゃくちゃ熱いですよね。やばいっすね。15秒切ったあたりからお互いの動きがもうやばいことになってますね。さあここも早々に画面端でしのぎの時間となるオゴガイルだが、今のも多分普通にちょい下がりそうにかと思ってあの踏み込められてたんですよね。そこをもう少し我慢したことによって使ったっていうところなんですけども、このいくら踏み込むかっていうまた読み合いが、そうですね、その微妙な踏み込みが差を分けるが、ここはシャトレーツに乗せて、さあ男子勝利。うわー危ないところ、前歩き投げを一つ、どうする、チュアシー、うわーしかし、どうだ、残り時間15秒切った、危険な時間、しのいでいる、どこから、ここで真剣だ、ガードになる、ダイヤシー、2つ目まで入って、さあ、これでダイヤシー2連やり返しと、今のはちょっといろいろありましたね、いろいろありました、多分下がりでもう少し狙ったと思うんですけど、はい、最速ですることになってね、はい、あれ、ガードだったら逆にやばかったと思うんで、はいはいはい、結構思い切って打ちました、おっと、ここは接触をサバで勝って、だが大勝利。さあ技を重ねていたのできっちり打ち抜いた。さあここは勝利大きい。さあスタブを刈り取ったか、波動が立って真空削りまで圏内だった。これで梅原が6本目を取って8対6。さあどうでしょう。さあ先ほどの、はい、倉橋戦と似たような星の流れになってます。ちょっと逆パターンにはなってますね、はい。さあここからどうなるか。これはコパンに引っかかった形ですね。やはり随所にあるフェイント、そうそう、ちょうどこのソニックが溜まったようなそのシチュエーションを匂わすんですよね、はいはい、ちょっと下がったみたいな、まあ、お互いあれですもんね、はい、あのソニックのため時間は体感で分かっているからこその、そうなんですよ。でまたさ、あの先ほど言ったサッシっていうあの、はい、まあ、これも大越さん弟子の竜使いは、はい、まあソニック見たから竜巻が上手くて、釣られないと。なかなか、いやで私が言ってもなかなか釣られないんですけど、はい、やっぱ八重さんだと釣られるんですよねそういうのもありますか。ここも綺麗にさばききるオゴガイル。いやー本当に、まあ、このイベントは勝敗じゃないと、いいプレーをみんなに見てもらういい機会だから仕上げてきたとおっしゃっていた。さあその言葉通り、昨日までね相当流線やってたってやっぱ言ってましたね。本当ですか。はい、まあ、あそこにいるサソリ君とかも、はいはいはい、昨日も付き合ってやったと言ってました。素晴らしいプレーを見せているだが梅原は、うわさすが勝利出るか。梅原は梅原でこのゲームへの思い出、そして意地がある。いや今の前歩きはまた上手いですね。ちゃんと見る梅原さんに対してからこそ、こういうところ波動の出かかり中足で潰しているが、真空はどこで来るか。残り時間は15秒。ここからが危険の時間。真空ダウン、下段は3発。
ダヤシもガードしている。うわー、そして総裁してダヤシ、タイムオーバーまで逃げ切ってリーチはオゴーがいる。あれやっぱ刻んだんすけど、はい、やっぱりダブルもサマーはある状態でガードされても負けっていう状態でね、梅原さんでやっぱ投げに行けないというか、お坊さんの我慢がすごかったか。そうですね、いやー、セクナでしたね、ほんと。あんなに刻んだのにと、はい、受け切ったと。さあ、これでリーチがかかった。おごうがいる。この試合を取れば勝利となる。梅原はここから4連勝条件。いやー、この中波動踏めないですよね。素晴らしすぎる。波動を消しながら、だからここはスタブに対して竜巻だが後ろ投げ、いい投げ入ってスペースを手に入れたスタブからシューパンソニック投げる。さあここは下がらずにダメージをある程度取って、そして、ね、前に誘ってからのスタブ、この押し引きの関係中波動を踏まない。素晴らしい。さあソニックで消して、ここは出ないが、さあ一発当たって画面端、梅原が釣れたが、釣れ込んだが、邪魔だ。さあ時間が、うわー、最後はズバッと歩き投げ。いや、真空持ってるからこそね、梅原さんが見てからできるんで踏み込んじゃうんですよね。さあこれが見てから竜巻から投げ入って、サマーがここでさあソニック、またもや画面端のしのぎだが、うわー、深い台足、二択が下段ってやつです。梅原追い詰められた。このラウンドはウィニングラウンドとなるか。ヘッスタブ低かった。スリック打って、もう一度スタブ釣られたか、投げてフィニッシュ。お見事、美しすぎる。さあスコアは10対6、勝者オゴはい、ということでですね、はい、ここまで梅原選手と、倉橋選手、そして梅原選手と小郷選手という、2つの組み合わせをお届けいたしました。さあしかしくしくも、梅原選手が敗れるという、はい、内容になりましたが、一番初めにですね、お伝えした通り、このタイミングで15分程度のインターバルを取らせていただきたいと思います。ちょっとですね、配信の方止まったりあったんですが、お時間の方は、大丈夫でしょうか。いけますね、15分予定通りインターバルを取らせていただきますので、チャンネルはこのままでですね、この後の最終戦、倉橋対小郷、こちらの10試合選手の方をお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。いやー、濃いですね、ほんと。はい、そして梅原さんが今こちらに、ちょっと感想戦などを、ね、ああ、いかがでしたか。お疲れ様です。お疲れ様です。つえもう何していいか分かんなかったです、後半。そこまで。マジっすか。いやでも、うん、これ最初10対7でしょ、うん、次が10対6でしょ。10対7、10対6。いや楽しみすぎるでしょ、最後。やばいっす。あの、測ったんですけど、はい、俺のスカウターじゃ分かんなかったんで。マジっすか。おー、マジっすか。2人とも、2人ともボンってなっちゃったから。おー、はっきり言って最高のお膳立てです。みんなドキドキが止まりません。あ、そうですか。やばいっす。いや、両方とも全力だったんですけど、はい、ちょっと私じゃ力及ばないですね。いや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 、すごいことになりましたね。まあ、ちょっとお二人に一言いただいて。そうですね、じゃあ、まあ、始まる前にいいんじゃないですか。あ、そうですね、じゃあ試合前にあのインタビューの方をさせていただきますので。はい、いや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 、しかしなんていうんですかね、まあリュウガイルの組み合わせを10先2回見たんですけど、はい、結構内容が違ったなという印象、うん、まあとにかく、ね、火力差はすごいあるんですよ、はい、火力差はめちゃくちゃあるんだけど、はい、あのとにかく寄れない、ガイルに対して、うん、はい、そのバランス、俺は基本的にリュウが有利かなと思ってやってるんですけど、はい、あのまあ、昔の記憶を頼りにやると、うん、でも、まあ、あんだけ封殺されると、うん、あれこれ本当に竜有利なのかなみたいな。そうですね、気すらしちゃう、はい、1年前 の、 あの漫画イベントでもやっぱり竜有利かなみたいな感じでね、ちょっとこう会話してて、はい、私もそういうちょっとちょいどうしても真空の分だけやっぱり有利かなって意見なんですけど、
結構皆さんそう真空波動がやっぱり、まあ、ちょっとだけ龍のアドバンテージになるかなっていう龍が有利かなっていう。ただちょっと今日の大郷さんはびっくりしましたね。すごかったですね。そして倉橋さんもすごい寄りを見せてまあそうですね。いやどっちがまあどっちが勝つにしても、はい、まあ接戦になることは間違いないでしょうね。しかもやはりというかまあさすがというかお二人ともその多少星が偏ったところで全くぶれないというか、まあ、一方的な展開というのはなかったですよね。何十万試合やってんだって話ですからね。下手したら100万試合ぐらいやってるじゃないですか。まあそうですよね。このゲームスピードで。まあそうですね。ね、まあ、ありえますよね。1日100試合できますからねこのゲームは。できますよね。はい、でそれ で, であのね職業倉橋とかね。まあ生涯倉橋。1年でだってとりあえず3万試合いけるわけでしょ。そうですね。さすがに100万試合はいってねえか。そう考えると。先生50万試合ぐらいか。50万。まあ、あの言葉結構まとえてますよね。え職業暮らし職業暮らし生涯暮らし結構まとえてるなと思いました。失礼、はい、ながら、はい、いやー正直、はい、まあ、過去の記憶があるんでやっぱ昔結構はい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 、スト2やってた頃には、はい、まあ2人とも強かったけど、うん、結構俺もいけてたんで、はい、これワンチャンあるんじゃねえのみたいなひそかに思ってたんですけど、はいはい、全然無理でしたね。あスコアはそこまで大差はないように見えますが、いやでも多分5回やったら5回とも負けると思います。あ、うん、やっぱそういう10対7って結構いい勝負なような感じがするけど、はい、やっぱ何回やっても先に10回取られちゃうなっていう、あそういう感じでしたか、感じが現時点ではするから。なるほど。今回ね戻す時間もそんなになかったというお話なので、あでもまあいやでもだいぶ戻ってたと思うんですけどね。戻ってましたか。やっぱ進化してますね。スト2自体が。まあそれはねちょっとスト2勢的にはちょっと嬉しい。まあそうですよね。言葉でもありつつ。いや参りました。梅原さんとしては梅原さんに完璧に戻していただいてみたいなね、まあ、ところもありますし。願わくば、うん、ねえ。まあ今すごい今両方の気持ちがせめぎ合ってます。はい。いやーただねもうこの後因縁の対決。まあ、梅原さん自身も楽しみですよね。いや楽しみ楽しみ本当に楽しみ俺はもう2人に負けてるからこんな強い人たちが戦ってどっち勝つのみたいな。やばい少年漫画読んでるちびっ子。そうそうっすよね。すげえ楽しみだな。まあしかもやっぱりこうなんていうんですかね今実際にプレーを見せていただいてお二人が語った信念の部分がやっぱプレーから伝わったというか。まあそうですね、まあ、倉橋さんもそうだし大郷さんも正直大郷さんが、はい、いや前跳びいらねえだろって言って、はいはいはい、まあ、聞いた時に、まあ、俺レフェリーだったんで、はい、あーとか言ってたんですけど、はい、何言ってんだこいつと思って飛ぶだろさすがにと思ったんですけど飛ばないでやられちゃったんで何にも言い返せないですね。いやー圧巻でしたよね本当に。まあ実際にね細かいそのタイミングのお話だとか、うん、まあちょっと下がってという、うん、その本当にミソの部分は吉尾さんがもう素晴らしく解説していただいて、うん、まあ、中波動も踏まなかったですね、うん、中波動も踏まなかったですね全然。そう最初の方結構踏んでくれて、あそう序盤ちょっと踏んだんですけど、おおさ俺このまま行っちゃうよと思ったらさすがにそんなはずなかったっすさすがにそんなはずなかったです。あれはやっぱちょっと切り替えて台打ったりとか、まあ、っていうところでしたね。でも、まあ、小郷さんとやってあと、まあ、三重県とやってで、まあ、サシシ、小高ってちょっと練習付き合ってもらったけど、やっぱスト2勢は強い、対戦が強い。だからそのゲームがシンプルだから、はい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 、メンタルもやっぱ強いし、はい、もうダメ、お手上げですおっさんたちが強すぎる。すごいですね。そこまで言わせると。いやいや、まあそうですね。やっぱ卒業的にはね、うん、この強いおじさんたちがいつも待ってるぞという感じは言えるので。まあ、そうですよね。はい。まあそのね、ゲームの年齢、ゲームと年齢みたいなことも結構ね、言われたりしますけど、うん、まあ倉橋さんも大郷さんも梅原さんより年上でそうですね、いらっしゃいますから。はい、我々若手ですから。一つ会では。吉尾さんが若手中堅の世界と。でも俺、ちょっと、はい、障子マン入ると、障子マン外野の中足結構蹴れるんですよ。蹴れましたね。蹴ってた。しました。あれだから。あれすごいですね。まあ若かりし頃は、はいはい、まあかなりあれはソニック竜巻とか結構やってたんですけど、はいはいはい、もうなんかね
こんだけ代謝も悪くなって。そんな話しちゃいます、まあ、中年立派な中年ですから、ね、うん、だらしない体になってさすがにもう中足見えないのかなと思ったらもう全然関係ない蹴るわ蹴るわ、うん、うん、だけどまあ途中空振ってくれなくなっちゃって、うそうですね、まあまあ、その切り替えがちょっとすごかったですね。つうかこんな正直、まあ、失礼な話ですけど古いゲームで視聴者数やばくない、はい、やばいですよ。いやなんか多分大変なことになってますね。1万5000とか言ってますよ。1万5000人ぐらいの方が1万5000ってあなたみたいな。え、日本人だけなのかな。どうなんでしょうね。あ、でも日本人コメント多いんで。だってあれ両国以外の大会2回分ですからね、はい、そうっすね。そうですね。そうです。まあ本当に見てる人たちが見に来てくれるんだったらもうやばいっすね。ね、やばいっすよ、ね。しかも X で X で X で、いやなんかでもすごい、いや久しくなかったっすよ。ああそうですよね。よかったすごかったです。やっぱりだから我々が感じてるこの謎の祭り感っていうのは皆さんにも伝わっているというところですよね。うん、あでもね、まあまああそうですね。そうそう15分ですか。ま、どうでしょう、運営の方々15分あと5分ぐらい。そうですか。いやじゃあちょっと私も飲み物など補給させていただいて。はい、はい、そうですね、一時失礼します。はい、最終戦を前にちょっとあのトイレ等行っといた方がすみません、いいかなと思うんですけど、ただ、上原さん一人になってしまうので僕はとりあえず入れ替わりで、はい、行きます。いやすごいイベントを考えたね。え、すごい企画を。まさかこんなことになるとは。まあでも本当に皆さんの協力あってのことじゃないですか、このニュートンさんも。いやでもこれ、まあ、変な話ね、はい、漫画読みたくなるよね。なるよね。えっていうか漫画読んで見てる人は面白さ10倍ぐらい。10倍だよね。ねえ、うよかったねケンゴロウ。そうですね、漫画の原作者の方も心なしかなんかちょっとサイズが小さくなったような気がして。漫画売れてないのかなとか。健吾郎先生もこの現場にね来てらっしゃいます。いやすごいよな。いやでもそう考えるとやっぱ俺日頃から言ってるけど人ですね。人ですね、本当に人。ゲームはだってスト2プレイヤーって多分全国に今300人もいないと思うんですよ正直。はい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 。あ、まあ300人はいるのかな。まあ全国で集めたらやっぱりいるんじゃないですか。あ、まあまあそう、ちょっと触るぐらいだったらいるのか。でもスト5とかの多分10分の1とか、うん、ね、もっと少ないかもしれないじゃないですか。まあそうですね。まあ最近だとあのスイッチなんかでね、あのウルツーが出たりとか、あはははは、やっぱこうちょっと身近に触りやすいところに、うん、あのスト2があるなって皆さん感じてらっしゃったりもするから、あえて今 X で超トップがって言ったら、その当時のスト2世代の方々ももしかしたら今日見てくださってるかもしれないですよね。いやーね、すごいな。いや驚きですわ。まあいろんな相乗効果でこんなすごい数な、なんか CPT でもこんな数字なかなか出ない。 CPT のね、申し訳ない、アジアだったらこれいかないですから。まあ、欧米はともかく。そうですね、うん、登場人物3人しかいないんですよ。CPT8 人もいるじゃないですか決勝とか。そうですね、まあ本戦はね、うん、あれかもしれないですけど、まあその辺のプレミアとかよりは全然いっちゃってる数字なんで。いやもっと言うと登場人物厳密には2人だと思いますよ。いやそれも1人に数えられてないんで。まあそれもさすがにないと思いますけど、さすがにね、そこはないとしてもその3人の持つパワーがやばいと、うん、いやもう俺でもちょっと因縁探しの旅に始まるかもしれないです。またどっかに因縁ない、因縁ないかーっつって、因縁、まあ、このクラスはないかもしれないですけど、因縁収集おじさんはやばいっすよ。このイベントをなかなかないっすよね。やっぱ経験しちゃうとまたこれやこういうやつやりたいなみたいな。なんかいないですか仲悪いやつら。教えてくださいよ。仲悪いやつリスト俺にくださいよ。なんか、まあ、大吉井上とかあります。例えばですけど。そういうな、吉尾さんやりますね。例えばですよ、例えばの話。まあ、しょうがないです。業界長いといろんなことがやっぱりあるから、そこでねいろんなことが起きるというのはあります。まあでもそうね、いろいろあるんじゃない。
例えば、まあ、あの時もね好きな女性を巡ってみたいなことももしかしたらあるかもしれないあ、いいですねそれはね、やりましょう。それでもそれちょっとパッと出ないですけどね。えそれはちょっとやばくないですか。いや大丈夫です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 。もうちょっと最近ねフロンティアスピリッツに溢れすぎててやばいですよこの人。そうなんですよ、海田さんがいいと言えばいいみたいな、ええ、やばい帰りの燃料ないんですよもういやこれはね本当やばいですよ本当に、ね、前のめりすぎてやばいですよ。もう一つの一つ業界タブーみたいなあ本当あったんで、はいはい、ブレーキ外あのブレーキ外すだけじゃ飽き足らず飽き足らず息の燃料しかないんですよ。あ、じゃあすいません、僕の方もちょっとお手洗い等に。あ、どうぞどうぞ。はい、すいません、ちょっとだけ席を外させて。どっち勝つんだろうな、マジ楽しみだな。全く予想つかずですか今のとこ。ほんとわかんないですね。わー、うん、まあでもこういうのはやっぱり勝ちたい気持ちが強い方が、そうですね、勝つんじゃないですか。はい、本当に気持ちとしてね、ありますよね。やっぱね、オッケーオッケー、最後の一発で、はいはいはい、最後の一発当てるか当てないかって時に、なんかやっぱ気迫で負けてる気がしましたもん。あ、俺は二人にちょっと確かに様子見ってパターンがちょっと多かった。そう、途中まで行くんですけど、なんかねやっぱ最後の最後で、そう、やっぱ気迫で負けたなっていう結果ね、前に行き前のめりだった方が結果良かったってパターンがありましたかね。まあしかし難しいですよ。これは難しいですね。まあ、最初竜やるとやっぱりガエルどうやってダメージ取るんだってなっちゃいますもんね。ん、最初やっぱり竜使ってガエルプレスするときは、まあ、基本これどうやってダメージ取るんだみたいなパターンからねやっぱ始まっていっちゃうんで、捕まえないとね竜有利にならないっていう。まあそうですよね。で端まで行かなきゃ話にならないんだけど、あんだけ端でうまい具合にしのがれちゃうと、そうですね、なんかこんだけ苦労してここまでやってきたのにあんまり美味しくねえなみたいなダウン取れればね、相当美味しいところいける。ダウン取れれば、まあそうなんですよね、なんですけど、ダウン、端だと壁の感じでちょっと詐欺飛びのタイミング変わるじゃないですか。あ、ちょっと変わります、変わります。あれがね、はい、やっぱちょっと難しくて、割とね、上田さん詐欺飛びすごい上手い印象あって、あー、まあそこはちょっとやっぱり、ね、ちょっとやっぱりやれないミスが増えました、増えちゃいましたね、そのスト4でも結構目押し詐欺飛びやってたので、だいぶ詐欺飛びやっぱ上手いなっていう印象が。あと昔の動画とかも相当うまいなっていう詐欺飛びがね。あ、そうですか。はい、あれがやっぱあったので。このゲームの詐欺飛びって何フレ有料あるんですか？2フレぐらいですか？いや、あ、ま、結構キャラによって変わってるんですよね。で、竜対ガイルとかは結構長くて、やっぱサバの発生が遅いっていう。あ、3とかある。多分ちょっと正解の数字わかんないですけど、多分体感だと4以上は。え？多分ガイルは4あるんじゃないですかね。おそらくですけど。竜とか実は少ないですよね。竜は多分2か3で。ああ、なるほど。みんな結構竜に先飛びしてますけど、あれ結構ないんで。 あれ剣って無理なんでしょう。剣は無理です。あ、下がったのが2分の1なんですよ。でバイソンとかやっぱ簡単ですね。あ、まあそうですよね。バイソン10フレぐらいあるんですか。下手10フレぐらいあるんですかね、ちょっと、ね、バイソン4かあたりは結構簡単な部類です。いやー、しかし因縁もまた探していくとどうなんですかね。ありそうはありそうですけど、なかなかこのレベルとなると、なかなかね、いやで、しかも因縁あっても乗ってこなきゃいけないじゃないですか普通乗ってこないですよこんな企画。なんか死んだけど二人ともいいよやってやるよみたいな感じになってそうですね。そう、まあ、ダヨシノイとかも多分起きないですからね。まあそうですね起きないですからね。トイレ長えな、あいつも。お、来ました来ました。1万5000人を待たせるんじゃないよお前。失礼しましたお待たせいたしました。いや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 、じゃあ、はい、ではですね、ここから皆様よろしいでしょうか。最終戦と行かせていただきます。こちらの組み合わせは倉橋選手そして小郷選手の対決となります。この前ですね、今のところ梅原選手と倉橋選手が対戦して10対7倉橋選手勝利、そして梅原選手小郷選手が対決して10対6で小郷選手が勝っているという組み合わせ。倉橋選手の使用キャラは竜、そして小郷選手の使用キャラはガイルとなっております。勝利条件は10試合先に取った選手の勝利となっております。
では、対戦前にですね、お二人に一言ずつコメントをいただきたいと思います。では、じゃあ倉橋選手から一言こちらの方に回っていただいて、一言いただけますでしょうか。お願いします。まあ、ちょっと今ね、梅ちゃんとのリュウガエル見ちゃうと、まあ、かなり厳しい戦いになるかなと感じましたけど、まあ、今回小高とかにちょっと調整付き合ってもらって、かなり10年ぶりぐらいに真面目に一つ取り組んだんで、まあ、今回絶対勝ちたいと思います。よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。いやだいぶ梅ちゃんに削られてお腹いっぱいいっぱいなんだけど、まあ、あとは明日一日会社行けば土日だし、ちょっともう全部置いてくるつもりでね、ここでね、まあ、ちょっと全力で倒していきます。握手しましたね。ありがとうございます。握手しました。握手しましたね。お二人、多分知り合ってから20年ぐらい経ってると思うんですけど、初めて握手しましたね。初めてありますよね、これ。なんと初めて体に触れたんじゃないですか。初めて目見たかもしれないし。さあ、まあ、もう、まあ、とんでもない因縁があるというのは、まあ、そうですね。まあ、みんな分かっていると。そして、またこれ、はい、あ、すみません、梅原選手を倒すほどの気合の仕上がり、うん、これがこの2人どっちも負けたくない何よりの表れだと。いや強かったっすね本当に。そう、これはまあどんなに大人なコメントを言っていたとしても、握手をしたとしても、お互い絶対に負けられない戦いであると。ここ数年こんな負けられない戦いなかったんじゃないですか。ここ数年レベル、はい、どうぞ。あ、大丈夫です。スタートの方をしてください。お願いします。さあ、こちらスタートに合わせてですね、コールの方させていただきますので、よろしくお願いいたします。さあ、ついに来た、この日が来た。最終戦、黄金ガエル対倉橋行ってみましょう。よっしゃよっしゃ、いきなり勝負。さあ、いきなり画面端を取ったのは倉橋。さあ、梅原戦と同じように開幕で前に出た。いや、開幕勝利はかなりやりに来てる感がありますよね。挨拶にしてはあまりにも重い刺激。割と開幕中足っていうのはですね、その、はい、ソニックを狙った、まあね、仕込みある人、はい、プラス波動機でも勝てるんですよね、はいはいはい、なので開幕中足はかなり強い選択肢なんですけど、はい、それに対しても一点目昇竜っていうのは、まあ、かなり意志を感じる。意志を感じる、うん、あれでもソニックだったとしても実は安全なんじゃないですか、もしかして。相手ガエルがソニックだったとしても昇竜で抜けて、あ、そうですね、何も食らないじゃないですか。ダイソニックだと抜けるんですよ、あれ。だからあれはね、小ソニックしなきゃいけないんですけど、小ソニックとかだと踏み込みダイスとかで負けちゃうんですよね。あ、難しいところ。ただ噛み合ったと。そうなんですよ。さあ、そしてこのラウンドはオゴガエルがうまく試合を作っている。しかし画面端に到達。さあ、こっからさあ、チオシが一つ入っている。ダイゴス2連、もうダイゴスが、おっと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 、最後中止。すごいですね、すごいですね。すさまじい速い展開。ブレーキの壊れ方がすごいですね。しかしそのブレーキの壊れ方、そんなに壊すかっていう。ぶっ壊れた竜に対して的確にさばいてみせたのがオゴガエル。やべえな。さあ、あ、ストレート、こんな技あるんだ。そばとエビストーが入って体力リードはオゴガエル。さあ、しかし中列が当たって、さあ、地獄の画面端の間合いになった。さあ、それ差し返しを間に合わせ、バックスピンが入る。真空からガードスレー。うわー、オゴー投げ返しますか。なんということだ。柔道する、柔道するですね、柔道するですね。今はなき柔道する、今はなき柔道するです、はい、返してくれ。いやまあ、ファイブはね、結構柔道する欲しいですよ、俺。後ろ投げから、あ、まあ、そうですね、まあまあまあ、ファイブはまあ。さあ、またもや開幕勝利を見せたのは倉橋の優。さあ、オゴガエルはやはり下がりながら試合を作ろうかというところ。対空の中心一つ、だが対空勝利切り返して、さあ、画面端倉橋のいい間合いになった。さあ、投げが2つ目入って垂直も刈り取る。さあ、真空、これは避けているオゴ、だが体力はもう少ない。どうする、スタート、うわぁ、対空。今のはもう愛しとればいいやってちょっと早めのあれでしたね。そうだ、ダイヤ社最大です。綺麗に入ってバックスピン、追いついてきた。あるぞ、うわ、さあ、シャクネスが入って、どうする、うわぁ、シャク、シャク、やばすぎでしょ。歩き垂直一閃。いや、ヤヤさん結構下がりきってからもう少し前に歩くんですよね、はい、それでちょっとやっぱりリューザーが判断を誤ってるパターンが結構多くて、で画面端ってただやっぱしゃがんでるんじゃないですよ。そうです、画面端下がってからでもこのちょっと前下前歩きが、
この自分のね、そのさばきにね、また一つの足を加えてると。足を加えてますね、はい。まあ、上原選手の戦いでも見せた。うわこれは重い一撃、二撃と入って、どうする？ここからの逆転はきついでしょうね。前に来る。しかし、タボを飛びつけるとアルキショウリュウ対空、水上狩り。そこからもう一発当たるとね、真空圏内になるので、やばいと思いますよ。真空圏内来た。どうし、追いついている。真空、飛んで避けている。どうなる、タボの勢いを受けて。打たないか。よくそこまで行ったな。打たないね。いやここだけ打ってない。いや、これはちょっと形を変えましたけど、あ、お子さん、あの、コイン入れてくださいちょっと形を変えましたけど、ね、飛んだ時打ってない状態でしたね。いやこれで 2-0 オゴ序盤戦を、さあまずセンスのこのオゴガイルか、理想の形を突き詰めてこのスタイルにたどり着いた。さあそれでは大会では勝てないと言い放った倉橋その言葉のシーンをプレーで見せることができるか。そうそう、実際でも去年までは大会だと倉橋さん勝ってるパターン多かったですよね、はいはい、事実として。今年は結構矢さんも勝ってるってパターンも、はい、ありましたね。完成したと、うん、いうことかもしれないですよね。さあしかし、この攻め際にうわっあるマジか、まあ、今の絶妙でしたね。絶妙すぎる前歩き踏み込み。さあ常に現実と向き合って何でもありの勝負の世界で戦い続けてきた男倉橋。ちょっと波動を踏まないでとかやばくなってきましたね。そうですね、これ強いなこのおじさん。そして上からガードになる画面端、この剣上から行くが、うわあ当たった、うわ投げる、投げラインが上がるが、スタブからそういく、近づけない、だが無理やりブレーキをぶっ壊して、うおお投げてみせるか。これで 3-0 ちょっと今のは読み切りましたね。うーん、ちなみに上田さんどっち応援とかあるんですか。いや正直、はい、ないです。あ、本当に割とニュートラル、盛り上がれば何でもいいです割とニュートラルですね、そこは。さあ開幕で竜巻が入って、はい、倉橋としてもこのままでは終われない嫌な流れをまずは断ち切ったが、うわさっきの大志、大志、あれ俺も食らったな、何なんだあれ。さあそして竜巻に見っかけた、あれは勝てるんでやっぱいいですよね。あ、いやそうなんですけど、なんかソニックため解除してやってるから、さあたまに当たらない、ソニックで消してそこで一発被弾したのを動けるだが、勝利は透かしている。体力リードは倉橋の竜前に出る、だが中心そこに置いてある、勝利は当たらないが大足相打ち、そして真空が出る、これは抜けない、これはバッチリ削り、あれ結構むずいですよね、ちゃんと真空出すなすからね、スローかかっちゃうから、ちょっとスローかかるのでありますね。素晴らしい。さあ倉橋龍としてはここからストレートで取って3連敗の流れは断ち切りたいところ。しかし、うわっと、これはリフトアッパーをうまく裏からめくり、これはよく落とした、俺がやるした頃にはなかったな近づいている、危ない真空、これはソーバットにバッチリドンピシャ、そして上から来て、じゃあ薄から様子を見て、さあドットになった、おごがたまったキックで打ち落とす、素晴らしい撃墜。さあこれで3対1となった、まあ、ちょっとこれ、先ほどからね、裏の裏を書かれたような感じだったので、はい、割と素直な表を出して、なんとかリズムを取り返したといった形ですね。今のやっぱ真空は、まさにそういう真空でしたね。まっすぐ行って、当てに来たと。うおぉ、しかし、ヘビースタブ最初のやつ打つが、大事。おっと、大空は空中竜巻、上から行く、真空が動いているところにしっかりとヒット。ちょっと暗い投げを狙ったんでしょうが、そうですね、もう真空で早めという形でしたね。竜巻危険な舞い、いや竜巻これは根元付近に当たったが、ここは差し返す。さあバックジャンプで距離を取った倉橋の龍だが、そこはきっちり対空打ち落として、そこも中盤から中足、真空はどこで来るか、竜巻、いやここで来た、中足のタイミング、これも来た、あれ中盤で落としたほうが状況いいっすね。ちょ中盤いいっすよ、ね、俺がやってた頃なかったな、あれ3対2、アッパーだとちょっと打点が下がるんで難しいですよ ね、また結構立ちガードしてから状況を見て中盤が割と。さあこれで5試合終わったんですが、
真空が噛み合い始めているという、真空が噛み始めてところでしょうか。こちらサイクルから男子上だな。サーパーで落として、このラウンドはいい形を作ったオゴガイル。あとは真空で実は序盤で竜巻を打ったってのもありますね、はい、それが続いたので、はいはい、今2試合クライスさん取ってるといった形です。うえー、しかし前に出たいポイントが分かってますね。真空これはきっちり、これですね、この竜どうやってダメージ取るんだと。これはもう終わりです。さすがに終わりです。何っていうところですよね。素晴らしい組み立て、このガイルのパターンですね。さあ3対2というスコアではあるが、試合を重ねるにつれて内容は変化していく。いいですね。さあここも序盤オゴーガイルがさあいい形を作ったが、ダウンから昇竜拳、これは多分低めになったのを見て仕込み昇竜しましたね。なるほど。さあこれで画面端が近い昇竜で打って真空目の前、最後は鎖骨ダメ押しのガードの上からの中段。さあ中足開幕ですね、おっしゃってた。はい、そうですね、いい中足がそうなりますけど、まあ、無理やりでもあって、あの真空ガードさせてっていうのはもう、はい、ほとんど確定でちょっとダメージ取れてるので、はいはいはい、であの真空ガードしたときに、あと立ち方してるかしゃべらないとも見えるので、そうですね、切り替えが難しいんですよね。そういう意味ではもう真空波動当たらなくてもアドバンテージが取れる技と、そうですね、ガードさせても OK っていうところがあるんで、だからこそ飛んで透かすのが非常に有効になるという駆け引きですね。割ともうあの近づけて真空ガードさせていいっていう場面になったら、もうその時点でだいぶ竜有利な場面になってほしいですね。なるほど。この状況ですね。うわっと踏み込み投げが入って、これはしのぎ切れるかというところ。いやもう一度投げ、真空が重なりながら、もう時間10秒切っている。どうする？オゴガイルが前に出る。クラハシが投げ返した。並んだのかな？先ほどのお株を奪うような、これで3-3です。両者譲らず。あれ一気に反応しましたね。このゲームはですね、はい、あのボタンが中以上のもので、はい、あの投げを受け身になるんですけども、はい、レバープラス、はい、ただに竜はですね、あの中キック大キックも投げに割り当てられてるんで、はい、ボタン4つ押せるんですよ。ほう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 。でこのゲームその結構ボタン押しのタイミングとかはそんなにあの先行入力余裕がないんですけども、はい、竜はボタンが4つあるので、はい、4回分のこの投げ返しが入力できるんですよね。おなのでガイルの2つと比べて竜は投げ返しに強いっていうのがあるんですよ、はい、おだから今中キック投げになったのはそういう多分理由なんですよね。ちゃんとクライさんがボタン4つ擦ってるので、はいはいはい、その辺も多分向かれないってことですね。あそれも込みでボタンを押していると、はい、これで3歳となって、うわっ問いを噛み合わせましたね。いやまたもや歩いて投げて、さあきっちりアッパーで叩き落とす真空からまだ有利は続いている。そして昇竜ダメ押しのように、さあ一気に襲いかかる倉橋だが、そのさま切って、またもや時間中で切れない。ちょっとうなり今立ち上がってましたね。さあこの竜のプレッシャーはまあ本当に漫画にあった戦車で踏み潰すかのような恐ろしい圧力。ちょっと立ち上がるシャットの運も悪かったですけど、これがまた通る。さあそして相打ちは灼熱、そして鎖骨から灼熱、まだ続く。さあ波状攻撃からガードさせて中断。これはもうガードさせるだけで有利というところですね。さあ倉橋がついに星を上回って4対3リード。ちなみにあの中古さんですね、立ちガードしても竜が有利っていうね、とんでもない技ですから。ダイヤ繋がりますし、すさまじいですね。すさまじい技です、ちなみにあの技は。さあ開幕竜巻を見せたのは倉橋の竜。さあここに来て噛み合わせてきた。しかしやっぱり竜巻を最初に序盤に当てていきたい感じですかね。はい、やっぱりちょっとおやっぱ話しすぎだろうと見ても、はいはい、一回こうやって取れればってところですかね。そうですよね。そのあたりの割り切りは本当に素晴らしい。上が取る大島で、そして千代島も入っている。一気に体力を追いついてきた真空。これはガードさせるだけで、今度は様子見から台足。どうだ、さあ持ち場させる。おごがりが前に出るが、千代島体育は間に合わない。最後は倉橋の中足。いやー目まぐるしい中で、いやーこれ勝利。さあやはりしかし大丈夫、いやー倉橋さんの方がやっぱり大胆に選択肢を取って、さあ大物が噛み合わせてるかというところだが、さあ体力リードは倉橋流前に出るが、そばとこばって止めましたね。ちょっと今モーション的には違うことを狙ったような気もしますが、まあ結果オーライというところでしょう。
どうする、一発入れて、これは間に合わせ、大丈夫です、だから間に合わず、間に合うけどやりますよね、間に合うけどやりますね、だからドセンターだとほぼほぼ厳しいという印象です。垂直、やはりこれが非常に強いが、残り時間20秒切っている、どうする、最後はこの近距離でのシャグレザード、半分、半分いきましたね、うん、さあこれで5対3にした倉橋、うん、理想対現実その勝負の行方は、さあいかに、ここからは中盤戦になってくる、さあ現実を突き詰めた男倉橋がここに来て真骨頂を吐き、オゴーガイルはどのようにしてこれに対応するか、ちょっと画面端のバックジャンプはちょっと読まれた傾向ありますかね、真空またもや真空を食らっている、ゼロ距離で直撃、そして刻んで投げるのは倉橋、これその場から投げれるんですか、そうなんですよ、これ一方にいるのがなんですよね、しかもまあジャックジャックで一枠にもできるので、はい、割と奥さんとしては強いタイプですね、またもや竜巻でソニックを抜けながら、さあガンガンと詰めて、もう画面端、しかしオゴーガイルもこの画面端でのしのぎが非常に冴えていた梅原戦、ね、序盤で取れてるっていうところは変わってないので、うん、そうですね、それ竜巻食らったパターン以外は、さあしかし大仏投げ無理やりこじ開けに来る、やっぱね真空持ってる時は何しても正解ありますからね、うん、そうですよね、はい、さあしかし鎖骨はさせないサマーソルト、お見事、さあ今回は釣りました、ここはうまく釣っての入れ替わった、さあ今のはね、やっぱしゃがんではそんな当たらないんですけど、ちょっとまた運が悪かった状態でしょうか、あ後ろスバット呼んでる、垂直してスバット相打ちになっているが、画面端に到達、うわスタブの上、さあこれで真空がある状況だが、うまく大足を当ててラインを稼ぐのは大返り前に来たが、そこには勝利、上から来る真空、これはきっちりガードして、そのとさあ時間はまだある、地獄の取り方の場合ガードして、ソニックはここは我慢しきれず、これで6対3となった、ちょっと偏ってきたな、さあ少しだけ勝負のあやが動き始めましたか、ましたかね、さあどうする、オゴーガイル、この倉橋龍を相手に、このずらし漫画にもありましたね、巻きをちょっとねずれるんですよタイミングが、はいはい、打ち合って、やはり下がりながら倉橋龍が前に詰めようかというところだが、自分の距離打ち合う、打ち消し合うが、うわ出かかりを育てる、しかし間髪入れずに大ゴス2つ、そして真空波動一戦来ました、ね、ここでも見ている倉橋龍が冴え渡るか、さあどうでしょう、ちょっと他に今乗ってきてね、真空が大体当たってる状態なので、そうですね、はい、これの連敗モードなんですよね、いわゆるガイルの厳しい状況、さあ立て直せればというところだが、やはりプレッシャーが勝っているか、しかし一つ動きを止めてソニック、うわここで真空だがきっちりガードした、だが昇竜系、うわそして大足の追撃、見事すぎる押し引き、気迫がすごいですね、気迫が伝わってきますね、先ほどは刻んで歩き投げ来たところを大足で返されてましたからね、はい、はい、そこをまああえて勝利打ってるのはね、気持ちが見えますよね、少しとかじゃないですけどね、負けられない戦いの時に人間がする対戦って感じがそうです、ね、すごくします、ね、それはやっぱありますね、すごい気迫が伝わるさあこは7-3となった倉橋対小郷、さあここからどのように星は動いていくか、すさまじい気迫で一つ一つの技を打ち込んでいく倉橋の竜、さあその気迫を受け止めて、今の下がり波動とか超うまいですよ、ちゃんと中心透かしましたからね、さすがですよね、そこは真空きっちりガードして前に来るが大志が乗っている、さあしかしこの竜巻の折りは中足をきっちりと決めてラウンドを取ったのはオゴーガイル、竜巻の終わり際中足というのは、まあ、実は確定ではないんですけど、はい、右側もですねガードしかできないっていうフレームがあるんですね、そうなんですね、はい、だからちゃんと反応しておければ、うんうんうん、あのガード一緒にやるの有利なところになるというポイントです、
このゲームは技から技を出すのに1フレ隙間が絶対空くっていうシステムになってて、ほうほう、竜巻から勝利をするには実は1フレ間があるんですよね。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。あ、だから出ないんですね。だから出ないからなんですよ。さあ、ごめんなさい、波動4連発、危ないところ。さあ、ストニック2つ入って、ヘスタも入る、さあ、体力が追いついてきたが、灼熱1つ入って、真空がここで来るが、ガードして、鎖骨を遅らせ、今見ましたね、ワンテンポ遅らして、ワンテンポ遅らしたので、やっぱ第5スダイヤ人、ダイヤ人と思うんですよね、はい、安全に言ってる大事だと思って、逆にというところでした、ね、その一瞬で、意識配分を散らして、そして狙いすました、中段と。さあ、しかし。この辺りで返さなければ飲み込まれてしまう可能性が出てくる。おごがいる正念場、そこいい形でダメージを取っている。ここからの真空の恐怖、初心からですね。どうなところ、うわー、最後はソニック、ここは素直にスネーク来ましたね。ここはまっすぐ、さあ、おごのソニックが当たって嫌な連敗の流れを止めた。これで7対4。はい、さあ、ちょっとまたどうなるか全然わかんないですね、これ。いや、スト2はここから全然わかんない、全然わかんないですよね、ここからがスト2と、ね、さあ、気迫みなぎるプレーの中で、例えば、サシしたい小高とか、はい、倉橋さん対小高とかも、はい、超連敗した後、超連勝するとか、全然あるらしいので、不思議なもんですよね、はい、さあ、ここからオゴガエルが立て直しに成功すれば、大連勝もある、そういう中でそれをさせじと。倉橋龍は前に出る。しかし2人ともやっぱ基本戦術は変えてないですよね。そうですね、ここのおっと、ここは真空が噛み合って、ね、今のはクラス大吉し見てから追加点も読みで打ったところでしょう。打ち消して上へ垂直狩り、きっちりと進みながら状況確認。今のでかいな。いやー、神くん割とやっぱ思い切った行動は多いですよね。さあ、スマップで切り返してスタバ間に合わないが、その後バックスピン、この状態地獄です。さあ、そして入れ替わりに竜巻がもらう、そして真空、さあ切り出してくれ。さあ、やはり状況を打開するのはこの倉橋選手の真空波動拳。このヒット率が素晴らしい。そして積み上げたのは8つの星。スコアは8対4、倉橋。この試合を取れば、次の試合を取ればリーチが点灯する、この因縁の対決。さあ、オゴーガイル、何を持ってどの引き出しを開けてこの状況を覆すか。15歳痛い。さあ、そこからの歩き投げ、もう一丁台を繋げ、真空やってきますね。先手先手、こうなるとタクがね、やっぱ全然リターンがリューのでかいので、ね、通り方がえぐいな。あれ、しかもガードでいいわけですからね、真空は。先手を取りながらも太いタクを押し付けてくる、凄まじい攻めを見せる倉橋。真空が溜まっているが、どうさばく真空、ここはガードになった。前来るところ、危ないところ、ここだ、勝利は預かっているが、バックスピン、前歩き暗い勝利はちょっともうやばいっすね、これやばいっすね、ただでは死難感が。さあ、気迫が溢れる、ただでは死難感がやばい。ボタンを、そしてそのプレーの姿、倉橋に対して水のように落ち着いて淡々とプレーをする黄金ガエル。巻き返しはどこから測るか、パッタヨシ真空、これはきっちりガードして、あー、下段で刺される、うわー、最後ソニックに竜巻、これでリーチか、見てからの竜巻でリーチは倉橋。スコアは9対4。さあ、梅原さん、はい、ついにリーチかかりましたね。かかりましたね。いや、てかね、気迫がやばい。凄まじい、ここまで伝わってくる気迫。正直ゲームしてる人の顔じゃないですか。人には負けられない戦いがある。それを、この勝利も気持ちが入っているが、集中はガードになるか。前に来る、前に来る、大ゴス、大ゴス。さあ、そして真空、これはガードになるが、勝利出てしまったが、さあ、このラウンドは OL 取っておきたいところ。スピンが入ってドットになるが、
まだその前のめりの姿勢は止まっていない。最後垂直なキック。これ e スポーツじゃなくていい殺し合いですね。ちょっとね、目つきがすごいですよね。全くスポーツじゃないですね。これはもう目つきがスポーツの向こう側に行っちまった感が若干ありますね。しかし e スポーツ呼べないな、これは。大がいる。ここからの巻き返し、その流れはどこから作る。今度は取っている。ここでも空中竜巻、よくかました。リフトアッパーの裏から当たる、あの使い方、うまく飛んで真空を避けた形です。さて、相殺しながらちょっとずつ歩いて打たせて取る。上はアッパー間に合って、ここも打たせて取る。よく使いました。危険の前、ニュートラルから危ないところ、キックスピー。まだ終わらない。これで9対5。しのぎますね、しのぎますね、しのぎますね。しかしもうこれは追い詰められて、ちょっと真空刺さるだけで終わりなのに、はい、耐えますね。耐えます。さあ、ちなみにですね、まあ、はい、これあの小郷さんはリングウィル派なんですけど、はい、クラスさんはあのガイルウィル派なんですよね。あ、おっしゃってました ね、 ね。それが、まあ、お互いちょっとその不利と思われる方のキャラでやってるっていうのがまた一つ熱いものがありますよね。まあ、それだけ、まあ、すごく接戦の組み合わせというところだとは思いますが、はい、さあ、さまざまな、おっと、後ろ投げ柔道する相手。さあ、いい形でラウンドをまた作るようになってきた小郷ガイル。ここからの連勝の流れはまさにあるのか。昇龍は空を切るようになってきた。ただでは死難感がやばいですね。やばいですね。さあ、ここも上が通って封印を解きましたね。割と最後一発で死ぬ時ってのは、はい、上ジャンプ結構ありで、完全に空対空されるのはそんな危険はなく、うん、あのジャカードとかって相手取れるんですよね。相手でもいいと、はい、相手して OK なのでというのと、もし内力勝利が食らっても、はい、あのダブルサバがあるので、あー、なるほど、避けとびにいけないんですよね。そこは真空もう削り圏内、これが、ま、あれか、本当のリーチか。そうですね、ですね。これでリーチがかかりました。このラウンドを取れば倉橋選手の勝利となる。さあ、追い詰められ続けているオゴガイル、そのしのぎ、その対応がここでも見られるか。おっと、これは大勝利になっていた。漏れてしまった。ソニックがそこに当たっている。さあ、半分以上の体力をこの状況で取って、いい試合展開を作っているのはオゴガイル。さあ、すべて左足でここでスタン。しかもパーフェクト。流れを変えるターニングポイントとなるか。ちょっときな臭いですね、なんかね。9対6。今の P はね、今の P はなんか何かの始まりの可能性が、可能性が出てきましたね。そうですね、はい、いやー、ここでもうあとはないという状況で全ての対応が噛み合ったパーフェクト。何かを感じざるにはいられないところだが、そこでそこを2からソニックが当たっている。シンク、これはうまく合わせた。そしてハードからダブル、ダウン、のけぞるだけ、ダウンまではいかず、波動拳の手のやられ範囲が伸びる分逆に上がっちゃうんですよね。はいはいはい。さあ、ここで開幕竜巻はやりにくてのありますよ。もう完全にまたもやリーチがかかっているのは倉橋龍の方。もうこのラウンドで決めるという気迫がやはり画面内から伝わってくる。そう、そして上、相打ちになっている。勝利よく避けたな。そして真空、ここでも当てて、さあ、あるぞ、ガードした、どうしろげ、波動が立って追いついた。ソソニックから前に出る。勝利を押し出した。一番さま勝利を打つ。目の前に死んじゃうパンチが打ちも打ったり、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう勝利拳。さあ、様子見もしたり、凄まじいことになっている状況。さあ、フェイントをかけながら頭を打ち合う。さあ、乗っかりそうな時は竜巻で避けるが、乗っかって中盤、中盤よくでした。さあ、ここに来てオゴガエルの切れ味が増しているか。さあ、一つ一つの動きが、さあ、さらに切れているように見える。ヘビースタメ中足。さあ、真空はどこから来る。うわ
るかね。まだ終わらない。あの流れが完全に9対7変わりましたね。変わりましたね。さあここからまさかレベル高え。何かが起きるのか、何かを起こすのか。大郷ガエル投げた。いや、これは運がいいですよ。投げて画面端を背負ったのは倉橋の方。さあ大郷はさあここまで何ラウンドも自分のいい形を作れている。その流れを崩さずに折れないところがさすがですよね。うわっ、これは垂直、垂直よくない。さあ中央からラインはなかなか譲らなかったが真空、これはガードになった。大志下がオルスだが差し返す。上から行くか、ダイヤスタイクになったのか。うえー、これもきっちり落とす。そして中足、またもやリーチ。再三のリーチは倉橋ちょっと離れてるんで大キックだと足場に勝てるんですけど、はい、それをまたありますよね。勝利を勝つには大パンチもなんですよ。大パンチは大キック勝つので、また瞬時にその判断をして大キック対抗してるんで。なるほど。さあ追い詰められてからも全くブレないこのオゴーガエルのしのぎ。ちょ、龍、これもう踏み込んでダイヤショーを当てる。シンクの前にリードが欲しいとこだが、そしてヘビースタム、ソニック、面白いように。うわ、ダイヤショーがダイヤシー、そっちを、そしてソニックリーチがかかって崖っぷちとは思えない。とてつもないメンタル。いや、これはやばいね、ちょっとね。さあ、これは中足タイク確定、中足大事ですよ。チリ。さあ、どこで打ち合って、さあ真空のゲージは溜まっていくが、呼び込むか。実はね、波動拳打ってただけだと結構溜まんないですよ。はい、竜巻を打ったり、竜巻がミソと。そうですね、勝利を打たないといけないんですけど、それやってるとやっぱね、ソニックモードになっちゃうんですよね、どうしても。形になっている。寄せ付けないガイルの試合作りになっている。大郷ガイルがここに来て、どうだ。うまい。素晴らしい。どうする、タスマキー、だがソニックに被弾している。前に出る、もう一度被弾、残りは15秒、ナイアット、ソニック何このエンタメ、やばいでしょ、ちょっと9対8やばすぎでしょ、これこのエンタメはちょっとまずいですよ。やばすぎる、これはもう完全に間に合った形。これちょっとこれ3万人ぐらい見ないとちょっとまずいよ本気で1万7000人足りないありますね。ちょっとこれやばいですよ。歴史に残る戦いが今目の前で繰り広げられている。とてつもないしのぎが、うわ、あ、竜巻かばした、おさこつかばせよし、スミカードだ。その上を行く真空、見上げている。中心なんだ、こっから。さあどうなる、体力差まだある状況。うわ、マジか。今度は中盤もう追いついている。どうする、やばすぎる心がこもりすぎているいや、さあ打ち上げ、ちょっと画面端が乗っかってしまった。倉橋優衣の前リーチが、リーチスタートじゃないですね、これね。そうですね、あのスト2の場合は、あの相打ちの場合はつかないです。ラウンド4まであるので、ラウンド4まであるんですね。しかし、からさあ、ラインを上げて被弾させている。スタブ、さあ真空の恐怖、それを全く感じさせないようなこのオゴーガイルのしのぎ。さあ相手真空はきっちりガードする。よくぞ今そばっとすかしましたけどね。うわー、だここは我慢したから、うわー、勝利遅らせたが当たっている。我慢する、残り時間は20秒。おお、ソニック、ここでリーチでございます。何度目のリーチでしょうか。さあもう4度目5度目のリーチ。さあしかししのぎ続けるこの大郷のガイル、どこまでそのしのぎは届くのか。さあ当たっている、内が入って、うえ、まだ間に合っている。さあバックスピン当たらないが、竜巻ここをさばいて、さあ勝利も透かしている。さあ仕切り直し以上、また迷っていっちゃって、どうなってんだ。さあ調子いい、マジでどうなっている。なんかちょっとまたお互い強気入ってますね、これは。そこ目の前、危ないところだが画面端に行ってしまったのは大郷の方。
うわ、ここでこれはね、灼熱ちょっと見て、ダブルしている、リーチはかかっている、どうする、ガードしたろ、ガードしてたら、惜しい、タスモキはやりそう、切って、ここに出るか、サブ、怖いところ、シンク避けている、おー、なーげるかね、負けられない戦い、勝ったのはクラッシュ、これはちょっと近年なかったですよ、このあれだって93まで、あれ94か、94からの23年とか4年目ですね、何回リーチかけれたいや、すごかったな、いやじゃあちょっとね、ちょっとお話を、はい、お話を伺いたいですね、まずしますか、ちょっとマイクのコードを、届きますかね、上から行きますかね、はい、ではですね、失礼いたします、こちらですね、今激闘を、終えたお二人に、来ていただいておりますが、ではまず王選手の方から一言伺ってもよろしいでしょうか。戦ってみていかがでした。いやー、うまかったですね。なんか後半になるにつれて集中力が増した感じがして、いやきつかったですね。ありがとうございます。では倉橋選手にも一言いただきたいと思います。お願いします。いやもうね、もうちょっと楽に勝ちたかったんですけど、まあ本当に後半かなり怪しかったんですけど、まあ強気にね、そのまあ逃げない戦い方で、まあ勝ち負け関係なしにやろうって決めてたんで、最初からでもそういう試合までできたかなっていう、まあ実感、うん、自信はあるんで、まあまたもしそういうこういうね、なんか機会があったらね、まあ頑張りたいと思います。お疲れ。ありがとうございます。では梅原さんから、まあ、ちょっとはい一言。いやすごかった本当に、いやこれあれなんか三重県圧勝で終わっちゃうのかなって思って、びっくりした、びっくりしたな。いや気持ちはわかるけど、うん、いやと思ったところから何回リーチかけられても大郷さんが巻き返してて、でしかもやっぱすごいなと思ったのが、やっぱお互いすごいプライドか、まあ、プライドかかってるからこそなのかもしれないけど、マジで飛ばなかった大郷さんが。さすがにこんだけ波動打たれて押されて劣勢だったら飛んじゃうなって見ながら思ってた。だけど結局最後まで困って飛ぶってのがなくて、その最後のとどめの飛びとかあったんだけど、それがすごかった。なんか俺もちょっとなんか大事なことを教えてもらいました、今のこの10先は。あ、やっぱさすが、さすが師匠ですね、すごかった。おー、初めて聞いた、初めて聞いたよ。いや、お前はね、あれだよ、とりあえずとりあえず漫画をもう一回読んで、ヤギ沼さんに教えてもらえ卒業いや、面白かった、ありがとうな、梅ちゃん。ということで、はい。でもね、三重県の俺、まあ、こっち側から三重県の顔だけ見えたんですけど、もうどういう精神状態っていうんですかね、なんか別な世界になんか飛び立ってましたよね。日常生活ではああいう人は俺まだあの状態にまだ入ってないんで、36年間生きてきて命がけってああいうの言うんだなっていう。で、なんか本当言葉で説明するよりもこの試合を見てもらって、俺がこの時代を漫画にしたいって言ってた理由が分かってもらえたんじゃないかなっていう、うん、こういう濃い時代があったんですよ。で、あとやっぱ今回のまあリュウガエルって特にすごくまあいい組み合わせだからなおさらなんだけど、むちゃくちゃじゃないですか、スパコンめちゃくちゃ減るし、グラップもないし、移動機もないし、削り KO もあるし、すぐピヨルし、でも面白いじゃん、うん、だからやっぱこれが本当の格闘ゲームの面白さだと俺は思うんだよね。お互い殴り合ってどん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 試合が進んでってっていう、なんか今最近の格闘ゲームもうそれはそれでいいんだけど、こういう昔のゲーム知らない人たちには
こういう面白い格闘ゲームあったっていうことを、まあ結構ね大勢見てるから知ってもらえたのかなと思って、それがすごい嬉しいというか収穫になりました。はい、はい、ありがとうございます。まあそのね今ここの会場にね来てくださってる方もたくさんいらっしゃいますし、まあ何より今日は視聴がとてつもなく多いということで、まあ見てくださったね皆様にもね、まあそういう形で、まあこのね漫画梅原に、まあこの時代の今のような試合が漫画化されているというところで、まあ7巻が近々、9月の26日ですね、こちら、漫画梅原、はい、こちらの方がですね絶賛連載中ではありますが、はい、ちょうどこのお二方が出ているあたりということで、そうですねまあ、ぜひ、まあ、今日のねあのこの試合を見て、まあ、どんな人なんだろうって言ってお手に取るもよし、これ読んだ後にまた見たいと俺は、漫画と動画何往復するんだろうっていうみんな感じでしたね、今日の試合は本当にすごかった。まあ、本当にそのまあ 梅原さんもねお忙しい中で、まあお二人の心意気にこうなんていうか答えて、めちゃくちゃめちゃくちゃなスケジュールで仕上げたじゃないですか。そうですね。まあそれもなんていうかそのねあの見てる皆さんには言っておかないといけないことだなと自分は思いますし、まあそれをねしっかりと受けて勝って最終戦っていうこの展開ですからね。展開がもうすごかった。やっぱすごいイベントだなと。すごかったです。私思いました。本当にお三方お疲れ様でした。そしてですね、本日こちら、大山ニュートンさんの方で、配信のね、机などをお貸しいただいて、まあいろんな協力をしていただきましたので、店長の松田店長にですね、一言。あ、告知がある。あ、ランキングバトルなどこのこちらでねやってるイベントの告知などをしていただければと思います。はい。いやでも本当すげえ試合面白かったっすね。おお、かっこよかった、めちゃくちゃ。あの X のイベント、あのニュートンの方でもやってますんでね、あのよかったら第1第3土曜日に夜9時からランキングバトルやってますんでね、あの今日はあのすげえいいもん見れてよかったです。あと途中あの VGA コンバーターちょっとトラブっちゃって画像カクカクしちゃったんでね、見てくれた人本当申し訳ありませんでした。以上です。ありがとうございました。本当にいろんなところで松田店長ね、いろんな裏方をやって素晴らしいイベントを支えてくださってます。本来定休日だったんですか今日。ああ、そうだったんですね。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。やらせていただきます。ということで、はい、まあ、ダイゴザビースTV、まあ、めちゃくちゃな企画結構やるじゃないですか。そうですね。今後もお願いします。わかりました。かしこまりました。あなたしかできない、あなたが呼ばないと動かない人が業界にはたくさんいますから。かしこまりました。やらせていただきます。よろしくお願いします。弱いんですけど、一応そう影響力だけあるんで。梅ちゃん、またビースTV呼んでよ。わかりました。あの、クラスさんもぜひご登場いただいて、 またビール飲ませて。わかりました。じゃあまあそんなところですかね、はい、そうですね、はい、ということで、まあいいお時間ですが、たくさんの方本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。最後はじゃあ梅原さんの締めの言葉で。あ、いや、まあ今後もこういうイベント企画をやっていこうと思うんで、まあたまに外れ会もあるかもしれないですけども、まあ懲りずに見てください。じゃあ今日は、どうもありがとうございました。お疲れ様です。